牧野富太郎、自助伝牧野富太郎。第一部。牧野富太郎、自助伝幼年期。土佐の国、高岡郡、佐川町。この町は、高知から西へ七里隔たったところにあり。 その周囲は山で囲まれ、その間にずっと田が連なり、春日川という川が流れている。この川のそばにあるのが佐川町である。南は山を追った町になり、北は開いた田になっている。人口は五千くらいの小さい町である。この佐川からは、 いろいろな人物が輩出した。現代の人では、田中光明、土方康、古沢宇郎、宇郎が元の名、片岡俊和、土井広告、伊原昇などの名を挙げることができる。古いところはいろいろの呪者があり、勤能家があった。 この酒和町から多くの呪者が出たのは、ここに名工館という呪学、つまり漢学を教える学校があり、古くから教育をやっていたためである。酒和には呪者が多く出たので、佐和三文学者あり、と人がよく言ったものである。三文とは土地の言葉で、 山がたくさんあるところの井である。佐川の町は山内家特大の家老、深尾家の領地で、それがこの町の主権者であった。明治の代になり、文明開化の世になると、学校も前とは組織も変わり、後にはそこで科学、文学を教えるようになった。そうなったのが明治、 5 6年の頃であった明治七年に初めて小学校生が敷かれたので、名校館は廃され、小学校になった。佐川の領主。深尾家は主権者だが、その下に多くの家来がいて、これらの武士は町の一部に住み、町の大部分には町人が住んでいた。そして、町の外には、 農家があった。近傍の村の人たちは皆この町へ買い物に来た。佐川の町にはいろいろの商人がいて商売をしていた。佐川は,は大変水の良いところなので酒造りに適していたため数軒の酒屋があった。町の大きさの割には主家が多かった。 この佐川の町に書く述べる牧野富太郎が生まれた。文久2年4月24日、個々の声を上げたのである。牧野の家は酒造りと雑貨店、小間物屋と言っていた。東京の小間物屋とは異なっている、を経営していた。家は町ではかなり休暇で、町の中では 上流階級の一軒であった。父は牧野左兵といって、親族続きのうちから牧野家養子に来た人である。牧野家家付きの娘、クスは、すなわち私の母である。左兵とクスの間に、たった一人の子として私は生まれた。私が四歳の時、父は病死し、 続いて二年後には母もまた病死した。両親共に三十代の若さで他界したのである。私はまだあまり幼かったので父の顔も母の顔も記憶にない。私はこのように両親に早く別れたので親の味というものを知らない。育ててくれたのは祖母で巻の家の一人息子として とても大切に育てたものらしい。小さい時は体は弱く、時々病気をしたので注意をして養育された。祖母は私の胸に骨が出ていると言って随分心配したらしい。酒屋を継ぐ一人っ子として大切な私だったのである。生まれた直後、乳母を雇い、その乳母が 私を無理した。この女は、隣村の落ち村から来た。その乳母の背におぶさって、乳母の家に行ったことがあった。その時、乳母の家のわらぶき屋根が見えた時のことを、おぼろげに記憶している。これが、私の記憶している第一のものである。その後、乳母に暇をやり、 祖母がもっぱら私を育てたのであれ。酒屋は主人が亡くなったので祖母が代わって災配を振って家の面倒を見ていた。古い家であるので自然に家の決まりがついていて家が乱れず商売を続けていた。家には番頭。この男はさえ武蔵と言った。がいて よく家のために尽くしていた。この男は、上軍の久枝村から奉公に来た人である。これがなかなかのしっかり者であり、後に独立して酒屋を営んでいた。こういう偉い番頭がいたので、主人亡き後もよく商売が繁盛していた。その頃のことでよく覚えていることは、私は、 よく逆男に押さえつけられて、急を据えられたことである。それが、病針の私を強くしたとも思う。ある時番頭が、その頃極めて珍しかった時計を買ってきたことがあった。私は、時計が不思議で、その中を見たくてたまらず、時計を解剖して、よく納得いくまで中を調べてみた。 聖太さんには困るとみんなが言った。聖太郎は私の幼名である。私はだんだん成長し、明治四五年頃、寺子屋に行き、修字を習った。寺子屋は佐川の町の一部、西谷にあり、土井健吾という人がお師匠さんであった。そこでいろはから習った。 そうするうちに、寺小屋を変えた。酒川から離れた東の土地に、目細というところがあって、そこに、伊藤の弘、ひろ、王、乱林という先生がいて、たくさんの書生を集め、主として習字、修士、三述、師匠、五教の読み方を教えた。私は、そこへ入門した。門弟は、 大抵お侍の指定で、私のような町人は山本富太郎という私と同盟の男と二人だけだった。私がそこに入ったわけは、世の中がこのように開けてきたから、町人でもぜひ学問をしなければいかん、というので入ったわけである。その自分にはまだ町人と士族とには区別があり、 士族は町人より上座に座り、食事の時などは、士族は士族流に、町人は町人流に挨拶をしたものである。そこに行っておるうちに寺小屋の制度が変わり、寺小屋は廃されることになった。私は名校館に移った。その頃の名校館では、以前と異なり、日清月歩の学問を教えていた。 そこでは役所で地理、天文、物理などを教えていた。その頃、物理のことを旧理学と言っていた。その時習った書物を挙げると、福沢諭吉先生の世界国尽くし、川本公民先生の機械観覧講義。これは物理の本で文章がうまく好んで読んだものである。 また、予知視略、キュウリ遣い、天変地異もあった。ここで私は、初めて日清の知識をだいぶ得た。そうしておるうちに、明治7年、初めて小学校ができ、私も入学した。私は、すでに小学校に入る前に、色々と高等な学科を習っていたのであるが、 小学校では五十音から改めて習い、単語、連語、その他いろいろのものを書けずについて習った。本は市販学校編纂の小学特本であった。博物図もあった。その頃の学校にはボールドはあったが、はじめチョークというものが来なかったので、とのこで字や絵を描いたが、まもなくチョークが来た。 小学校は上等、下等の二つに分かたれ、上等が八級、下等が八級あって、つまり十六級あった。試験によって上に進級し、臨時試験を受けて早く進むこともできた。私は明治九年頃、せっかく下等の一級まで進んだが、嫌になって対抗してしまった。 嫌になった理由は今わからないが、家が酒屋であったから、小学校に行って学問をし、それで身を立てることなどは一向に考えていなかった。小学校を退いてからは、本を読んだりして暮らしていたらしいが、別に覚えていない。私は、その前から植物が好きで、我が家の裏手にある、うぶすな神社のある山に登って、 よく植物を撮ったり、見たりしていたことを覚えている。こういうふうに悠々遊んでいたわけだが、明治十年頃、ちょうど西南の駅の頃だったか、私のいた小学校の先生になってくれと言ってきた。その頃は、学校の先生といえば名誉に思われていたので、私は先生になり、毎日出勤して生徒を教えた。 校舎は以前の名校官のであった。役名は授業生というので、給料は月三円くれた。それで二年ばかりそこの先生をしていた。それより少し前に佐川に映画を入れた人がある。高知の県庁から長持ちに三つ映書を借りてきたのである。チリ。 天文、物理、文典、辞書などがあった。そして高地から、英学の先生が二人雇われてきた。そのうちの一人を、長尾長と言い、他の一人を、矢野矢と言った。二人とも似たような、ちんな名の先生であった。この二人の先生は、ABC から教えてくれた。 だから私はかなり早くから英学を習った。これは新知識を開くに極めて役立った。その自分の本はいろいろのリーダー。文法ではアメリカの本でカッケンボスの文典、ピネオの文法書、グードリッチの歴史書、パーレー万国史、ミッチェルの世界地理、コルネルの地理、 画用の地理。その自分、フランス語の発音がわからず、画用をガヨットと言っていた。カッケンボスの物理学、カッケンボスの天文学、その他、いろいろな地図や算術書もあった。辞書では、エブスターの辞書、また、英和辞書もあった。英和辞書のことは、薩摩辞書と呼んでいた。 その時分、ローマ字のヘボンの辞書などもあった。このように、坂川は,は他よりも早く英学を入れたわけである。私はその頃、地理学に興味を持ち、日本内地はもちろん世界の地図を作ろうと考えたこともあった。私は小学校の先生をしていたが、学問をするにはどうも田舎にいてはいかん。 先に進んで出ねばいかんと考え、小学校を辞し、高知へ出かけた。その頃、東京へ出ることなどは全く考えなかった。東京へ行くことなどは、外国へ行くようなものだった。高知で私は、広田正夫という人の、ご小学者という塾に入った。その頃はまだ、 感覚が盛んであった。ご小学者は、高知の大川筋にあった。入塾はしたが、あまり講義を聞きに行かなかった。広田先生が、牧野という男が入塾したはずだが、さっぱり混んではないか、と言ったそうである。その頃、植物、地理、天文の本を見て、 興味を持って勉強していた。ご小学者の講義は主に漢文だった。ここに数ヶ月いるうちにコレラが流行したので、方法の手で佐川に帰った。コレラについては面白い話がある。その時分、コレラの予防には石炭酸を陰気壺に入れ、それを鼻の穴になすりつけ予防だとしていた。 鼻につけると、ひりひりしみた。ご小学者時代には、よく詩人をした。その頃よく詩集を写したりした。銀詩で思い出すが、私は、現在の詩の銀字方が気に入らない。詩には、気象転結があり、天句で転ずるのが、ラジオなどで聞いていると、天句のところで、 まるで喧嘩でもしているように怒鳴る。あれではいかん。もっと節回しをよくやらにゃいかんと思う。銀紙は勢いついていいものだ。その頃の書生は銀紙をやり剣舞をやりなかなか勢いが良かった。そんな風だったから道楽して芸者遊びをする風は少なかった。しかし、 いわゆる、おちごさん。とさでは、とんとという。の風は、相当にあったと思う。私も、世の書生と同じく、その頃は銀紙などをやって、なかなか異性が良かった。明治12年に、高知へ、丹後の人、長沼小一郎という人が来た。この人は、 神戸の学校の先生で、高知の市販学校の先生になってきたのである。西洋語の多少できる人で、サイエンスのことをよく知っていて、植物のことにも詳しかった。長沼先生と私とは、極めて懇意になった。早朝から夜の11時頃まで話し続けたこともあったほどである。長沼先生は、 ベントレーの植物の本を訳し、また、土佐の学校にあったバルホアのクラスブック・オブ・ボタニーという本の訳もし、私はそれを見せてもらった。この人は実に頭の良い博学の人で、私はいろいろ知識を授けられた。長沼先生は土佐に久しくいたが、その間、 高知の病院の薬局長になったりした。科学、物理にも詳しく、仏教もよく知っていた。長沼先生は植物学のことをよく知っていたが、実際のことはあまりよく知らなかったので、私に書物の知識を授け、私は長沼先生に実際のことを教えるという具合に、互いに啓発し合った。 長沼先生は、後に土佐を去り、東京で亡くなった。私の植物学の知識は、長沼先生に追うところ、極めて大である。明治13年頃、佐川に西村直沙田という医者がいて、私はよくそのうちに遊びに行ったものだが、医者なので色々のことを知っていた。 この医者のうちに、小野乱山の本蔵項目啓蒙の写本が数冊あって、いろいろの植物が載っていた。私はそれを借りて写したが、あまり手数がかかるし、欠本もあるかもしれんので、この本が買いたくなった。それで、用品屋に頼んで、大阪なり東京なりから取り寄せてもらうことにした。 まもなくこの本が来たが、それについて今でも思い出すことがある。その時分私はよく友人と裏山に行って遊んでいたが、ある時山で遊んでいると、私の親友だった堀見勝弘という男が駆けつけて、重低啓蒙という本が来たぞと知らせてくれた。私は慌てて山を駆け下り、 頼んだ人の店へ駆けつけた。それが、小野乱山の、重低本蔵項目啓蒙であった。それ以来私は、明け暮れこの本をひっくり返してみては、いろいろの植物の名を覚えた。当時は、実際の知識はあるが、名を知らなかったので、この本について、多くの植物の名を知ることができた。 うぶすな神社の山は、頂上を長掃寺越えというが、その山を越えて下る坂道で、ちょうど秋の頃だったが、もみじ場からすうりを取りたくて行った時、竹の高い菊花のもので、白い花をつけている植物があった。名は、無論知らなかった。その後、本像項目啓蒙を見ていたら、こちなという箇所に、 白山菊というのが載っており、山で見たものと告示しているので、翌日再び山に登り、本と実物とを引き合わせたところ、やはり白山菊であった。私はその時初めてこの草の名を覚えた。私はその頃盛んに山に草取りに行ったが、カスタニというところで、 面白い三経科の植物が水際にあるのを見つけて、ムカゴが茎へ出ていたので、それを取って帰り、ムカゴ人参であることを知った。また、町の外から水草を取ってき、家の鉢に浮かしておいたが、その草の名を知りたいと思っていると、うちの下女が、ビルムシロだと言った。私は、休行本蔵という本を高知で買って持っていたが、 その中に似た草があったことを思い出し調べた結果、この草は昼むしろ、昼むしろであることを初めて知った。また、町の近所で上に小さな丸い実のある妙な草があったので、本草項目啓蒙で調べたところ、それは二人静かであった。このように、 自分の実際の知識と書物とで名を覚えることに専念した。前に述べた親友の堀見は私より年少の男で、福君は医者だったが、私は堀見のうちで食学軽減という本を見た。この本は三冊あり、宇田川洋安の作ったオランダの本の訳本で西洋の植物学を解説したものであったが、 この本について植物学を勉強した。輪廻の人工分類、自然分類でないを習い、植物学の種々なる術語をこの本について得した。この本は漢文で書いてあったので、自分で金混じりに翻訳した。この自分には植物の本に限らず、他の本も色々買っては読んだものである。 こうするうちにもっと書籍が買いたくなり、また顕微鏡というものが欲しくなったりしたので、東京へ旅行することを思い立った。ちょうどその頃東京では、官業博覧会が開催されていたので、その見物という意味もあった。明治14年の4月に酒川を出発して、東京への旅に登った。当時、東京へ行くことは、 外国へ行くようなものだったので、盛んな送別を受けた。同行者は、以前家の番頭だった、佐え武蔵の息子の佐えだ熊吉と、旅行の会計係に一人実直な男を頼んで、三人で佐川の町を出発した。佐川から高知へ出て、高知からカイロを神戸に行った。生まれて初めて、 気仙というものに乗った。神戸の山々が鉦山なのを見て、最初、雪が積もっているのかと思った。土佐の山には鉦山はないからである。神戸から京都までは汽車があったので、京都へで、京都から歩いて、大津、港口、土山大平、鈴鹿峠へで、四日市に出て、横浜行きの気船に乗った。 その間、慣れない様々な植物を見た。茶筒に入れて国へ送り、植えてもらった。白菓子などは、極めて珍しかった。油ちゃんの花の咲いた枝を取り、東京まで持って行った。四日市から乗った気船は、遠州灘を通って横浜へ行くのであるが、外輪船であった。船の名は、 若浦丸と呼んだ。横浜まで三等船室にゴロゴロしていた。横浜から汽車で東京に着いた。神田の猿学町に郷里の人がいたので訪ね、下宿を世話してもらい、同じ猿学町に泊まることになった。下宿の窓から朝、富士の集法を見て、感嘆したりした。 東京滞在中は、官僚博覧会を見たり、本屋で本を買ったり、機械屋で顕微鏡を買ったりした。山下町の博物局、今の帝国ホテルのあたりへも行った。田中義夫という人に初めて会った。博物局では、小野本義、小森頼信という植物関係の人に会い、植物園を見せてもらったりした。 ここで、珍しい植物のある植木屋を教えてもらい、そこに行って、いろいろな植物を買った。東京へ来たついでに、日光へも行った。千住大橋から、日光街道を、徒歩、または人力車で行くのだが、途中、宇都宮に一泊した。日光の杉並木を人力車で通り、中禅寺まで行った。 中禅寺の湖畔に石ころが積んであり、その石ころの間からニラに似たものが生えていた。匂いを嗅いでみるとニラのようだった。今考えるとそれは姫ニラに違いないが、その後日光で姫ニラを取ったという人の話を聞かない。私が行ったのはちょうど5月頃でまだ寒かったが、5月頃探せば、 今でもどこかに生えているかもしれぬ。日光から帰郷するとすぐ京里へ帰ることになったが、キロは東海道を選んだ。横浜まで汽車で行き、あとは徒歩、人力車、乗り合い馬車などで行った。服装は田舎者丸出しの着物姿だった。一週間ばかりで京都へ着くのであるが、 私は、関ヶ原辺りで同行者と別れ、単身伊吹山に登ることにして、他の者とは、京都の三条の宿で待ち合わすことにした。伊吹山の麓では、薬業を営む人の家に泊まり、山を案内してもらった。頂上までは登らなかったが、八高方面であった。色い々ろいろの植物を採集した。 その自分には動乱がなかったので、取った植物は紙の間に挟んだりして持ってきた。泊まった家の庭に、安倍巻が巻きにして積んであるのを珍しく思い、土産に持ち帰った。息吹から長浜へ出、琵琶湖を帰船で渡り大津へ出、京都で他の者のと落ち合い、無事に酒川に帰った。 いぶき山で採集したものの中には、なかなか珍しいものがあった。明治十七年に再度上京し、大学の松村人造助手に会ったとき、私がいぶきで取ったスミレを見せたところ、このスミレは大学の表品中にもないもので大変珍しく、外国の文献により、ビオラミラビリス、なることがわかり、和名がないので、伊吹スミレと命名された。 佐川へ帰ると、大いに土佐の国で採集せねばいかんと思い、佐川から西南地方の旗軍一円を民足を連れて巡り、かなりの日数を費やして採集して歩いた。その頃、東京で出ていた農業雑誌に植物のことがよく出ていて、私はそれを見るのを楽しみにしていた。その中に、か、 ファミリーのことが出ており、ファミリーのことを覚えた。私は、郷里にサイエンスを広めねばならんと思い立ち、理学会なる会を設け、私が集めた科学書をみんなに見せたり、討論会を催したり、演説会を開いたりした。私の郷里の若い人たちは、みな、この理学会に入っていたものだ。 場所は小学校を用いていた。私はこのように私の教理にサイエンスを早く入れたわけである。佐川の町の人がサイエンスに親しむ風があったについては、佐川が有名な化石の産地であることも預かって力ある。愚石山、吉田屋敷、鳥の巣などには化石の珍物が出るので名高い。 ナウマンという鉱物学の先生や地質学の大御所だった古藤文次郎先生なども化石採集に佐川に来た。古藤先生が佐川に見えた時、ネズミ色のモーニングコートを着ていられたが、私はその服が気に入り、古藤さんから服を借りて洋服屋を訪ね、それと同じものを注文したことがあった。私もよく化石を採集したが、 佐川の戸山京という人は、化石収集家として特に名高く、学者が来た時などは大変便利だった。佐川に出る貝の化石のダオネラ・サ川ナというのは、この佐川から出た化石に命名されたものである。自由党から脱退。当時は自由党が盛んで、 自由は土佐の山間から出るとまで言われ、土佐の人々は大いに規制を挙げていた。本尊は板垣大助で、土佐一国は自由党の国であった。従って私の教理も全村こぞって自由党員であり、私も熱心な自由党の一員であった。当時は私も、 政治に関する書物を随分ん読んだものだ。ことに英国のスペンサーの本などは愛読した。人間は自由で平等の権利を持つべきであるという主張のもとに、日本の政府も自由を尊重する政府でなければいかん。圧政を行う政府は打倒せねばならんというわけで、そこの村、ここの村で、 盛んに自由党の懇親会をやり、大いに規制を上げた。私もよくこの会に出席した。しかし後に、私は何も政治で身を立てるわけではないから、学問に先進し、国に報ずるのが私の使命であると考え、自由党から退くことになった。自由党の人々も私の考えを領とし、 脱退を許してくれた自由党を脱退したことにつき思い出すのは、この脱退が芝居係で行われたことである。隣村に落村という村があり、仁淀川という川が流れていて、その河原が美しく広々としていたが、この河原で自由党の大懇親会が開かれたことがあった。私は、 唐を脱退するにつき、規制を上げねばいかんと思い、荒野に頼んで旗を作り、地味猛狼が火に焼かれて逃げていく絵を描いてもらった。佐川の我々の仲間は、この奇抜な旗を巻いて大根深会に臨んだ。我々の仲間は、十五六人ほどいた。会場に入ると、各村々の弁士たちが、 入れ替わり立ち替わり熱弁を振るっていた。そのさなか、私たちはその旗をさっと差し出し、脱退の意を表し、大声で歌を歌いながら会場を脱出した。この旗は今でも保存されているはずである。明治15年、16年の2年間は、もっぱら距離で、 科学のために演説会を開催したり、近傍に採集に出かけたり、採集物を表品にしたり、植物の図を描いたりして暮らした。明治17年に、どうもこんな佐川の山奥にいてはいけんと思い、学問をするために東京へ出る決心をした。そして、二人の連れと共に東京へ出た。東京へ出て、 おのおの下宿へ陣取ることになった。私の下宿は、飯田町の山田明義という政府の高官の屋敷近くで、当時下宿代が月4円であった。下宿の私の部屋は、採集した植物や新聞紙や泥などでいつも散らかっていたので、牧野の部屋はタヌキの巣のようだとよく言われたものである。 同校の二人は学校へ入学したが、私は学校へは入らずにいるうち、東京の大学へ連れて行ってもらう機会が来た。東京の大学の植物学教室は、当時俗に青長屋と言われていた。植物学教室には、松村人造、谷田部良吉、大久保三郎の三人の先生がいた。この先生らは、 四国の山奥からえらく植物に熱心な男が出てきたというわけで非常に私を歓迎してくれた。私の土佐の植物の話などはみんなに面白く思われたようだ。それで私には教室の本を見てもよい、植物の表品も見てよろしいというわけでなかなか厚遇を受けた。私は 暇があると植物学教室に行き、おかげでだいぶ知識を得た。当時、三好学部、岡村金太郎、池野誠一郎などはまだ学生だったが、私は彼らとは親しく交際した。私は教室の先生たちとも親しく言う聞きし、松村人造、石川千代松さんなどは私の下宿を訪ねてくれたし、 私も、松村、大久保漁師と共に、八田部さんの自宅に招かれて、ご馳走に預かったこともあった。東京近郊における採集。その頃、東京近郊の採集は盛んにやったが、ある時、岐阜の学校にいた、三好の同郷の男の森吉太郎という男が上京してきた折、三吉、 森、私の三人で、平林寺に最終に出かけたことがあった。その頃は、交通は全く不便で、西片町の三吉の内から出発し、白子、伸び止め、膝折りを経て平林寺へ出るというコースで、往復十里余りも歩いた。その時、平林寺の付近で、四国では見られないかがりびそうを、 初めて採集したことを覚えている。三吉学ぶと私とは仲が良かった。三吉はどちらかというともちもちした人好きの悪い男だった。岡村金太郎は三吉とは反対の性格で気持ちの極めてサラサラした男だった。三吉と岡村とはよく喧嘩をした。 岡村が書庫の鍵をなくし、三吉がそれを教授に言いつけたとかで、えらい喧嘩のあったこともあった。池野誠一郎とも私は大変親しくした。池野は頭のいい男で、フランス語が上手だったが、英語もちょっとの間に、便所の中かどこかで簡単に覚えてしまった。池野については別に詳しく述べることにする。 東京の生活が飽きると私は郷里へ帰り、郷里の生活が退屈になるとまた東京へ出るという具合に、私は郷里と東京との間をだいたい一年ごとに往復した。市川信次郎、後に田中と海星。染谷徳五郎という二人の男が、当時戦火の学生で植物学教室にいたが、 市川は器用な男でなかなか通人であり、染谷は筆を持つのが好きな男だった。私はこの両人とは極めて懇意にしていた。市川のうちは千住大橋にあり酒店だったが、私はよく市川のうちに遊びに行った。植物学雑誌の創刊。 ある時、市川、ソメ私と三人で相談の結果、植物の雑誌を刊行しようということになった。原稿もでき、掲載もできたので、一応矢田部先生に了解を求めておかねばならんと思い、先生にこの旨を伝えた。その時矢田部先生が言うには、当時すでに存在していた東京植物学会には、 まだ機関紙がないから、この雑誌を学会の機関紙にしたい、ということであった。このようにして、明治二十年、私たちの作った雑誌が土台となり、矢田部さんの手がそれに加わり、植物学雑誌、創刊号が発刊されることとなった。白井光太郎くんなどは、この雑誌が続けばよいと、 器具の念を抱いていてたようだ。当時、この種の学術雑誌としては、すでに東洋学芸雑誌があったが、植物学雑誌が発刊されると、間もなく動物学雑誌、人類学雑誌が相次いで刊行されるようになった。私は思うに、植物学雑誌は侍であり、動物学雑誌の方は町人であったと思う。 というわけは、植物学雑誌の方は文章も画文体で精錬されていたが、動物学雑誌の方は文章も幼稚で遥かに下手であった。当時、植物学雑誌の編集の方法は、編集漢字が1年で交代する制度だった。堀翔太郎君などは横書きを主張し、堀君の編集した1ヶ年だけは、 雑誌が横書きになっている。雑誌は各ページ小持ち線で囲まれ、きちんとしていて気持ちが良かった。そのうちいつの間にかこの囲み線は廃止されたが、私は今でも雑誌は囲み線で囲まれているのが良いと思っている。小石川の植物園には中井聖太郎という人がジムの長をしていた。 この人は笑い声に特徴があった。現在の植物学教室の教授をしている中井武之進くんの父君である。私は盛んに方々に最終旅行をしたが、日光、秩父、武甲山、筑波山などにはよく出かけた。自分は植物の知識が増えるにつけ、 日本には植物史がないから、どうしてもこれを作らねばならんと思い、これが実行に取りかかった。植物の図や文章を書くことは別に支障はなかったが、これを藩にするについて困難があった。私は当時、明治十九年、東京に住む考えは持っていなかったので、やはり郷里に帰り、 土さで出版する考えであった。郷里で出版するには、自身、印刷の技術を心得ていなければいけんと思い、一年間、簡単に式帳の小さな石版屋で、石版印刷の技術を習得した。石版印刷の機械も一台購入し、郷里へ送った。しかしその後、出版は、やはり東京でやる方が便利なので、 距離でやる計画はやめにした。この志は明治二十一年十一月になって結実し、日本植物史図編第一巻第一集が出版された。私の考えでは図の方が文章よりも早わかりがすると思ったので図編の方を先に出版したわけであった。この第一集の出版は、 私にとって全く苦心の結晶であった。日本の植物史を初めて打ち立てた男はこの牧野であると自負している。波紋層事件。明治十九年頃は大学では植物を研究していたが、まだ学名をつけることはせず、ロシアの植物学者、 マキシモビッチ氏へ表品を送って学名を決めてもらっていた。私も表品をマキシモビッチ氏に送っていた。マキシモビッチ氏は私に大変好意を寄せてくれ、本を送ってくるにつけても大学に一部、私に一部という風うであった。その頃、波紋層事件という事件があった。 ことの真相を知っているのは、今日では私一人であろう。それは、ヤ田部良吉教授が、戸隠山で採集した、戸隠昭和の表品を、マキシモビッチ氏に送った。ところが、マキシモビッチ氏は、その植物を研究したところ、新種であったので、これに、ヤ田部さんにちなんで、ヤ田部ア・ジャポニカという名を付けた。 それについて、もう少し材料が欲しいから、表品を送るように、手紙が教室に来た。この手紙のことを、ある時、教室の大久保さんが、その頃よく教室に来た、伊藤徳太郎君に話した。大久保さんは、伊藤の性質をよく知っているので、この手紙を見せるが、お前が先に名をつけたりしない、という約束をした。 ところが、その後3ヶ月ほど経って、イギリスの植物雑誌の Journal of Botany 史上に、同じ植物に関し伊藤が報告文を載せ、都学史生馬にランザニア・ジャポニカ、なる学名を付して公表していた。これを見て、矢田部、大久保漁師は大変怒り、伊藤徳太郎に対し、教室出入りを禁じてしまった。 このことから、戸隠昌馬のことが、波紋相当、呼ばれたわけである。私は、伊藤くんは、確かに特技上よろしくなかったが、同情すべき点もあったと思う。戸隠昌馬は、矢田部氏が採集する前に、すでに伊藤がこの植物を知っていて、ポドフィルムジャポニクム、なる名をフ氏それが、ロシアの雑誌に出ていた。 だから、彼にしてみれば、自分が研究した植物に、や田部屋などと名を付けられては、面白くなかったのだろうと思う。日本植物史に対する、松村人造博士の絶賛。日本植物史、第一巻、第一集が出たのは、明治二十一年十一月であったが、 当時、大学の助教授であった松村仁造先生は、私のこの出版を非常に褒めたたえてくれ、私のために特に批評の筆を取られ、その中には、世は今日ただいま、日本帝国内に本邦植物寿司を表すべき人は、牧野富太郎氏一人あるのみ、の草へあった。松村先生は、 当時ドイツから記帳されたばかりで、もっぱら植物解剖学を専攻され、分類学はまだやっておられなかった。図編の半下はすべて自分で書き、日本橋区五福橋にあった殺版社で石板印刷にし、神田区神保町にあった軽業者で売らしていた。この図編は第二週、第三週と、 続いて出版された。露国のマキシモビッチ氏は、これに対し、非常に中の図が正確であると言って、はるばる絶賛の字を送ってきた。矢田部良吉博士との死後。図編第六集が出版されたのが、明治二十三年であったが、この年私には、 思いもよらぬことが起こった。というのは、大学の矢田部良吉教授が一日私に宣告して言うには、自分もお前とは別に日本植物史を出版しようと思うから、今後お前には教室の書物も表品も見せることは断る。というのである。私は鼻肌困惑して呆然としてしまった。 私は、麹町富士見町の矢田部先生宅に先生を訪ね。今日本には植物を研究する人は極めて少数である。その中の一人でも圧迫して研究を封ずるようなことをしては日本の植物学にとって損失であるから、私に教室の本や標品を見せんということは撤回してくれ。また先輩は更新を引き立てるのが義務ではないか。 と懇願したが、矢田部先生はガとして聞かず、西洋でも一つの仕事の出来上がるまでは他には見せんのがしきたりだから、自分が仕事をやる間はお前は教室に来てはいかんと強く拒絶された。私は大学の職員でもなく学生でもないので、それ以上自説を誇示するわけにはいかなかったので、小然と 先生宅を辞した。当時私は日本で初めて無事なもを発見していたが、その研究を大学でやることが不可能になったので困惑していたが、池野誠一郎君の行為で、ともかくも駒場の農科大学の研究室でこの研究を続行することができた。私は矢田部教授の処置に委託失望を悲憤し、 自分に好意を持つマキシモビッチ氏を、遠く、ロトに問わんと決心した。ところが、好か不幸か、突然マキシモビッチ氏の休止の方に接し、私の露国行きの計画は中止のやむなきに至った。当時書簡を次のように綴った。この箇所に、結毛学人という名で書かれた書簡、 というタイトルの漢文が入ります。画面をご覧ください。内容としては、人生思い通りにならないし、頼りの先生も亡くなってしまった。というようなことが読まれています。私がもし、当時、マキシモビッチ氏のもとに言っていたならば、私の自助伝も、この先、全く異なったものと、 なったわけであれ。ムカデランの学名発表。私はここに、ヤ田部先生のそういう圧迫に抗し、いかなる困難も排除し、日本植物史を続刊しようと決心し、自分の採集した新しい植物に学名を付し、記載文を書き、 これを市場に発表してやろうと決心した。池野君もこれに賛成し、いろいろと助力を与えてくれた。その頃我が国では植物に学名を付すことはまだ誰もやっていなかったが、私は日本植物史第7週から率先して植物に学名を付し、記載文を発表し始めた。 この第7集に初めて学名及び記載文を付して発表した植物はムカデランであった。第7集は明治24年4月に出たが続いてどしどし刊行され同年10月には第11集に達した。これらの出版は私が民間に会ってやっていたもので全くの慈悲出版であった。 第十二週の準備をしているとき、教理から財産整理のため一応帰国してくれと商用してきたので、私は明治二十四年晩週に高知へ帰った。私は帰国にあたり、今度上京したら、ヤ田部先生と大いに学問上の問題で競争しようと決意した。ヤ田部先生が日立山であるならば、 私はふんどし担ぎであるから、相撲としても申し分のない相手だった。菊池第六、杉浦十号両先生の同情。菊池第六、杉浦十号先生は、私の同情者であって、矢田部先生の処置を不当として、私に対し、非常な行為を示された。 杉浦先生は国粹主義の日本新聞及びアジアなる雑誌を主催しておられたが、ヤタベを叩かねばいかんと言われ、アジア史上に牧野の日本植物史はヤタベのものより前から刊行されており、内容も極めて優れていると書いて、大いに私を引き立ててくれた。高知における 西洋音楽の普及運動。郷里へ帰ると、ある日、新聞社の記者に誘われて、高知の女子師範に初めて西洋音楽の教師として赴任してきた、門ンくのりという女の先生の昇華の練習を聞きに行った。高知では、当時西洋音楽というものが極めて珍しかったのである。私は、 この音楽の練習を聞いていると、表紙の取り方からして間違っていることを感じ、これはいかん。ああいう間違った音楽を土佐の人に教えられては、土佐に間違った音楽が普及してしまう。と思い、校長の村岡何がしへこの胸を進言した。校長は私の弦のごときには全く耳を傾けなかったので、 私はその間違いを技術の上で示そうと思い立ち、高知西洋音楽会なるものを組織した。この会には男女二三十人の音楽愛好家が集まった。会場は高知の本町にあった三森徳治という弁護士のうちであった。そこにはピアノがあった。また、オルガンを持ち込んだり、 色々いろいろの音楽の譜を集めた。私は、この音楽会の先生になって、軍歌だろうが、小学昇歌集だろうが、中等昇歌集だろうが、大いに歌って、規制を上げた。ある時は、お寺を借りて、音楽大会を催した。ピアノを持ち出し、私がタクトを振って、指揮をした。土佐で西洋音楽会が開かれたのは、 これが開白以来初めてであったので、大勢の人が好奇心に駆られて参加した。この間私は、高知の延命館という一流の宿屋に陣取っていたので、だいぶ散在した。かくて、明治二十五年は、高知で音楽のために教本しているうちに、夢のように過ぎてしまった。後に上京した折、 東京の音楽学校の校長をしていた村岡半一氏や同校の有力者に運動して優秀な音楽教師を土佐に送るよう混成した結果、門ンさんはコーチを去ることになった。矢田部教授の悲免私が郷里で音楽普及に尽力している頃、東京では矢田部教授被職事件が起こっていた。 大学当局が、矢田部良吉教授を突如、被職にしたのである。その原因は、菊池第六先生と矢田部先生との権力争いであったと言われる。大学教授を被職にされた矢田部良吉先生は、木から落ちた猿も同然で、憤慨しても、どうにも仕方なかった。私は、 学問上の競争相手としての矢田部教授を失ったわけである。矢田部先生秘職の縁因はいろいろ伝えられているが、先生は前に森ありのりに伴われ外遊したこともあり、なかなかの西洋かぶれで、六名館にダンスに熱中したり、先生が兼職で校長をしていた一橋の高等女学校で教え子を細君に迎えたり、 国のもとという雑誌に、夫を選ぶには、よろしく理学しか教育者でなければいかん、と書いて物議を醸したりした。当時の毎日新聞には、矢田部先生をモデルとした小説が連載され、図まで入っていた。矢田部先生は、伊豆ニラ山の人で、くんは、江川太郎左衛門に仕えた人であった。 礼則は今日音楽界に活躍しておられる矢田部圭吉氏である。矢田部先生は帰食後も植物詩を続けねばいかんと言い、教室に出てきて日本植物図解を三冊出版されたが、後は出なかった。また、先生没後日本植物編が一冊出版された。矢田部先生は、 大学を退かれて後、高等師範学校の校長になり、鎌倉で水泳中溺死し、非業の最後を遂げられた。月報十五円の大学助手。矢田部先生被職のことがあった直後、大学の松村仁造先生から、郷里の私のところへ手紙で、 大学へ入れてやるから至急上京しろ。と言ってきた。私は、家の整理がつき次第上京する。よろしく頼む。と書いて返信し、明治二十六年一月上京した。やがて私は、東京帝国大学助手に任ぜられ、月報十五円の辞令を受けた。大学へ報職するようになった頃には、 家の財産もほとんどなくなり、家庭には子供も増えてきたので、暮らしはなかなか楽ではなかった。私は元来応用に育ってきたので、十五円の月給だけで暮らすことは容易なことではなく、やむなく借金をしたりした。借金もやがて二千円余りもでき、暮らしが面倒になってきた。その時、 放課の教授をしていた同教の肘方康史くんは、私を時の大学総長浜尾新先生に紹介してくれ、私の求情を伝え助力方を願った。浜尾先生は、大学に助手は大勢いるのだから、牧野だけ給料を上げてやるわけにはいかんが、何か別の仕事を与え、特別に給料を出すようにしようと言われ、大学から、 大日本植物史が出版されることになり、私がこれを担当することになった。費用は大学企業の一部より支出された。私は浜尾先生のこの行為に感激し、私は大日本植物史こそ私の修正の仕事として、これに魂を打ち込んでやろうと決心し、 もうこれ以上のものはできないというほどのものを出そう。日本人はこれくらいの仕事ができるのだということを世界に向かって誇り得るような立派なものを出そうと意気込んでいた。大日本植物史こそ私に与えられた一大事業であったのである。松村人造博士との経理。 その頃から松村仁造先生は次第に私に好意を示されなくなった。その原因は私が植物学雑誌に植物名をしばしば発表していたが松村先生の日本植物名医の植物名と定職し私が松村先生の植物名を訂正するようなことがあったりしたので松村先生は私に 雑誌にあまり書いてはいかんと言われた。また、ある人の助言で、松村先生も対抗的に植物学雑誌に琉球の植物のことなどを盛んに書かれたりした。このように、松村先生は、学問上からも感情上からも、私に圧迫を加えるようになった。私は、 大学の職員として松村氏のもとにこそ折れ、別に教授を受けた師弟の関係があるわけではなし、死に気兼ねをする必要も感じなかったばかりでなく、常実で学問の進歩を抑える理屈はないと、私は相変わらず盛んに我が研究の結果を発表しておった。それが非常に松村氏の危機に触れた。松村氏は、 元来いい人ではあるが、強硫な点があって、これを大変に怒ってしまった。他にもなお、松村氏から話し出された演談のことが成就しなかったので、それでもだいぶ感情を害したことなどあり、それ以来、どうも松村氏は、私に対して、絶えず敵意を示されるようなことになった。ことごとに、私を圧迫する。 人に向かって私の悪口をさえ言われるという風で、私は実に困った。大日本植物誌はあまり大きすぎて持ち運びが不便だとか、文章が牛の小便のように長たらしいから縮めねばいかんとか言われた。そのうち松村先生は、大日本植物誌を牧野以外のものにも書かすと言い出した。 私は、大日本植物史は、元来私一人のためにできたものなので、総長に相談したところ、それは、牧の一人の仕事だと言われたので、松村先生の言を聞かなかった。大日本植物史は、第四週まで出たが、C の情勢が極めて面白くなくなったので、中絶するのやむなきに至った。 教室の人々の態度は極めて冷淡なもので、大日本植物史の中絶を密かに喜んでいる風にさえ見えた。大日本植物史のごとく綿密な図を描いたものは視界にも少ないから、日本の学会の光を世界に示すものになったと思っている。あのくらいの仕事はなかなかできる人は少ないと自負している。 今では私も、もうあまりに年老いて、もう再び、同様のものを打ち立てる気力はないが、大日本植物史こそ、私の腕の記念碑であると私は考え、自ら慰めている次第である。知った釣りの差し押さえ、家主の追い立て。大学の助手時代、初円を得ていたが、何せ、 いかに物価が安い時代とはいえ、一家の食費にも足りない有りだった。月給の上がらないのに引き換え、子供は次々に生まれ、十三人もできた。財産は使い果たし、一文の蓄えもない状態だったので、食うために仕方なく借金もしなくてはならず、毎月そちこちと借りるうちに、利子はかさんでくる。そのうちに、 失釣りに見舞われ、私の神聖なる研究室を蹂躙されたことも一度や二度ではなかった。積み上げたおびただしい表品、書籍の間に挿して、傍然として彼らの所業を見守るばかりであった。一度などは、ついに家財道具が競売に付されてしまい、翌日、知人の間で工面した金で、やっと取り戻したこともあった。 家賃も滞りがちで、立ち退きを命ぜられ、引っ越しを余儀なくされたこともしばしばであった。何しろ、親子15人の大家族だから、二間や三間の小さな家に住むわけにも行かず、その上、標品をしまうに少なくとも八畳二間が必要と来ているので、なかなか適当な家が見つからず、その度に困惑して探し歩いた。 こうした生活の窮状を救い、一方は学問に貢献しようとして、新鮮日本植物図説を刊行した。その序文には次のようにしたためてあった。新鮮日本植物図説、序文。よ、多年異様、本邦の総目に酷して、日々にその品種を探り、 その行識を察し、その移動を弁じ、その名実を正し集めて、もってこれを体制し、ここに日本植物史を作るお祖師となし、我が神明をとしてその成功を民と干す。先にはその宿望をついにおさうべからず、わずかに一回書生の身をもって、あえてこの大業にあたり、 自ら死を投げ打って、まずその図編を発刊し、そのことをようやく著につきしといえども、後いくばくもなく悲運に遭遇して、その思考を停止し、ここに再び後期来福の日を待つのをやむべからざるに至れりおること、念よ。たまたま、某を理科大学助手に受け、植物学の教室に使う、休活をかうる、 ここに四回。時に、同学新たに、大日本植物史編纂の大行を起こし、海外幾千の草木を極人し、小説を軽とし、製図を意図し、もってついにその体制を期し、誠に、この学必須の違法となさんと発す。よ、幸いに、その空前の成拠により、 その編参の住人を片付けのをするを得て、年来の宿坊、ようやくまさにならんとするを喜び、ふるって自らその節分を起こし、その図面を書き、喫挙持って、日にその行に従えり。思考して、その初たる、性を極め、美を開き、もって、本邦今日、日清学術の成果を、 万国に発用するに足るべきものとなさんと欲するにある思って、これをなす。必ずや、これに、幾実際の清掃を費やすべく、その間日や死とにこれ従い、その精神を塗装し、その体力を欠人するにあらざるよりは、なんぞ、よくこの大行を遂げ、もって同学期との本詞に沿うを縁や。 これにおいてか、先進一位、これに十字せんがために、初めて、俗類を遠ざくるの必要を見る。よや、土曜壁数の京に生まれ、幼児、早く我が父母を失い、後初めて学の門に入り、好んで草木のことを収め、また、最下の改まるを知らず、その間、 私学のためには、我が不祖の行を廃し、我が世襲の産を傾け、今はすでに、貧富地を変え、中世の断方はまた、いずれのあたりにかある。航路に泣きて、祭祀はその衣の薄きを訴え、米機棒を告げて、不中時に魚を生ず。心情奮奮、伊ずくんぞ、 俗人のほかに、超然たるを縁や。すでに異色の憂いあり、人外の超然へて望むべからず。帰り見れば、二託の大人横たわって眼前にあり、進んで、いつに身をその行に任せるあたわず。これにおいてか、世は、日夜その任務の尽くすあたわざるを憂い、 その孔明に背くの滞在を恐れ、また、遂に、我が祖師の果たすべからざるを思い、時に慎著乱れて、朝のごときものあり。よ、今はすでにこの大行をとりて、コツコツことにこれ従うといえども、俗類中を内に制して、意のごとくならず、その間歳月無常。 生きて人を待たず。思考して、人生樹をくる、よく行くときぞ、今にして後期。もし一度言せば、真にこれ、一生の根治、これにすぐるなし。戦士また、万幸速やかに、我が身を異色の半類と立つの策を隠するの、休養なるを見。また、今日、 本邦書産の総目を図説して、もって、日清の教育を助くべきものの我が国に欠損して、思考して未だ備わらざるを思い、これに、ようやく一挙両得の法を求め、あえて退職の余裕を盗んでこの書を返事し、すなわち、諸行してこれを刊行せしめ、一つはもって、 国家教育の主要に応じ、一つはもって、日常整形のつえを補いて、心身の慰安を得、商用もって、公明に応えんと欲す。思考して、よや、元我が祝死を遂げれば、すなわちたるゆえをもって、かの、大学期との対業に従うをもって、我が必須の任となし。 その人をとぐるをもって、我が無常の娯楽となすのほか、あえて、風紀を望むにあらず。今や、この書の発刊に望みて、これを帰化とし、また、何ぞりに光源を浪して世を欺き、もって名を求め、利をいるの浪州をなさんや、あえて、書士を告白して、 これを除となす。時に、明治三十年、また二年、土の遠い、一月中間。結毛学人、牧野富太郎、四季。しかし、この書籍も、私の生活を救うことにはならなかった。 カレンの妻。その間私の妻は、私のような働きのない主人にも愛想をつかさず、貧乏学者に嫁いできたのを因果だと思って諦めてか、嫁に来たての若い頃から芝居も見たいとも言わず、流行の帯一本欲しいと言わず、女らしい要求一切を放って、因になりようになって、絶えず、 自分の力となって尽くしてくれた。この苦境にあって、13人もの子供にひもじい思いをさせないで、とにかく学者の子として育て上げることは、全く並大抵の苦労ではなかったろうと、今でも思い出すたびにかわいそうな気がする。こうして過ぎゆくうちにも、松村教授との経理のことがあって、私の月給は、 なかなかあげてもらえなかった。三つくり柿地学長は私に、君の給料もあげてやりたいが、松村君を差し置いてはできない、と言われた。この苦境の中にあって、私は決して負けまいと決心し、他実の活躍に備え、先生力を蓄えるのが良いと考え、論文をどしどし発表した。 しかし、金銭の苦労は、ともすれば研究を妨げ、さすがに、無頓着な私も、明日はいよいよ、家の荷物が全部競売にされるという前の晩などは、頭の中が混乱して、じっと本を読んでもいられなかった。この苦しい時に、私は、歯を食いしばりながら、一心に勉強し、千ページ以上の論文を書き続けた。 この論文が、後に私の学位論文となったものである。池野誠一郎博士との進行池野誠一郎君は、明治二十三年、東大の植物学教室を卒業したが、私は彼とは、極めて親しく交際した。池野と私とは、自然に気が合っていたというのか、 親友の間柄であった。東京郊外への採集にも二人でしばしば出かけた。アズマツメクサは明治21年日本に賛することが初めて分かった植物だが、これも私と池野とが大宮八幡下の田んぼで一緒に発見したものだ。池野は非常に学問のできる秀出た頭脳の持ち主で、 かの世界的発見たる祖鉄の成虫の発見などはあまりにも有名な業績である。平瀬作五郎の胃腸の成虫発見なども池野に追うところが少なくない。池野は初めから私に対し人一,一倍親切であったし、私も池野に最も親しみを感じていた。 日本植物史の観光に際しても、また、矢田部教授の圧迫を受けた時も、私は、道君の大いなる助力を受けた。池野の遊戯は、私の忘れ得ないものだ。大学卒業後、池野は、めったに植物学教室へ見えなかったが、たまには来た。私は他から、 僕は、牧野くんがいるからそれで行くのだ。と言っていたと聞き、この上もなく嬉しく感じた。池野が、夏に私の家へ訪ねてくることがあると、早速上着を脱ぎ、両足を高く床柱へ持たせ、頭を下にし、体を逆さまにして、話をしたりしたものだ。こんな無遠慮なことが平気なほど、二人は、 親しかったのだ。青山連平城のなんじゃもんじゃ。池野がまだ学生の頃、青山連平城のなんじゃもんじゃの木、この木は本名を一つばたごという、の花を取ろうと話し合い、夜中に採集を強行したことがあった。木が高くて取れないので、 一人の人力車夫を雇うてきて木に登らせ、その花枝を折らせた。夜中で人が見ていないから自由に取れたし、伝平上も荒れていて、この木も後年のように大事がられなかったので最終に成功したわけである。それに、学術資料を取るのだから、そう罪にはなるまいと考えた。この時の花の表品が、 今なお私のハーバリウムの中に保存されているが、なんじゃもんじゃの木は寿命が尽きて数年前には枯れてしまったので、今では当時の表品がまたとえがたき記念表品となっている。また当時、本郷の春木町に梅月という菓子屋があって、動乱と呼ぶ栗万獣式の菓子を売っていた。形が、 タバコ入れの動乱見たようでこの名があったのだが、大層うまかったので、池野と二人でたびたび食いに行ったものである。世界的発見の数々。昔、徳川時代の学者は、基礎や日光に植物採集に出かけ、随分苦心したというが、私の採集旅行の足跡に比べたら、 物の数ではないと思う。私は動乱を下げ根掘りを握って日本国中の三国を歩き回って採集した。しかもそれは昔の人とは比べ物にならないほど頻繁でかつ綿密なものであった。なるべく立派な表品を作ろうと一つの種類もたくさん採取・措定し表品に仕上げた。 この表品の制作には私はほとんど人の手を借りたことはなかった。こうした努力の結晶は今日何十万の表品となって私のハーバリウムに積まれている。私はこれらの表品を日本の学問のために一般に陳列し多くの人々の参考に供したいと常々考えているが視力がないためにできず 塵にに埋まらせてておくを残念に思っている私はこうして実地に植物を観察し採集しているうちに随分と新しい植物も発見した。その数ざっと千五六百にも達するであろうか。また、俗名、種名を正したり学名を冠したりした。そのため私の名は少しく 世に知られてきた。私の発見中、世に誇り得るものと考え、植物学上大いなる収穫であったと信ずる者の名を次に挙げてみたい。天城山の寄生植物と土佐の山和草。明治十六年に、時の東京大学御用係で、 植物学教室に勤務していた大久保三郎氏が、当時大学で発行していた文芸資林に、伊豆天城山で珍しい寄生植物を発見した。この種類は多分、ラフレシア科のものであろう。と発表されたが、私がその前後に、郷里の土砂で見つけていた土鳥持ち族の一種の表品を大学に送ってみると、果たして、 私の考え通り、同族のものであったので、バラのほら、ジャポニカ・マキノという学名で発表した。同じく16年に、ヤ田部博士発見のヒナノ尺城を土佐の故郷で採集し、土国のマキシモビッチ氏に送り、学名を得たこともあった。明治17年に、私は初めてヤマトグサを土佐で採集したが、 その翌年に渡辺という人がその花を送ってくれたので、私は大学の大久保君と共に研究し、学名を付し発表した。これによって初めて日本に大和草花という新しい花名を見るに至った。この族のものは世界においてただ三種。すなわち、欧州に一つ。 シナに一つ、我が国に一つという珍相である。小岩村で無事なもの発見。明治二十一年頃に溝箱部科のエラチネオリエンタリスマキノという植物を発表した。明治二十三年五月十一日。 春ゼミはもはやほとんど泣き尽くして、どこを見ても青葉若葉の五月十一日。私は柳の実の標本を取ろうとして、一人で東京を東に隔たる三里ばかりの元の南葛飾郡小岩村ヨ田に赴もいた。江戸川の土底内の田の中に一つの溶水池があって、その周囲に柳の類が茂って、 小池を覆っていた。と、私の最終期には、その頃のことをこんな風に書き出している。その江戸川の土底内の溶水池の周囲に柳が茂っているので、その実を倒ろうとした刹那。ふと水面を見ると、異妙なものが浮かんでいるので、早速取り上げてみたが、 全く見慣れぬ水草なので驚いて大学へ持ち帰りみんなに見せるとみんなも非常に驚いたが、矢田部教授は書物の中に思い当たるものがあると言い,いその学名を探してくれたが、これは当時わずかに欧州とインドと豪州の一部とにのみ算すると言われた無事なもであった。後に国流行の一部、朝鮮、 満州にも発見されるようになったが、当時この発見は、まさに、聖天の壁靂の感があったものだ。これと前後して、私は、菱もどきという、林邦シナにのみ産すると言われていた植物を発見し、三十五年には、伊勢の本郷というところで、寺岡、今井、植松の三子の採集した新種を研究したところ、本邦で、 初めて発見されたものであったので、これに学名を下し、本号うなる和名を付した。この植物は、全体が紫色の小草で、葉がなく生えている様は、ちょっと植物とは思えない姿をしている。同じ頃、土佐で、時久という人が、同族のものを一種取って店に来たが、これには、時久う一名、 植松そうなる和名及び学名を付した。この二種は皆熱帯産のもので、これを我が国に得たことは分布学上に興味ある問題を投げた。明治三十六年には当時東京博物館の天産課に勤務されていた桜井氏から江奈山付近で取った表品を送られたが、これも我が国新発見のものであり、 美の出身の三好学君と、この桜井氏に敬意を表するために、三好や桜井巻の、なる学名を付したが、その後、不幸にしてマレーさんに同族のものがあったのを知り、これを解消した。しかるに、欧米の学者はユリカに入れているが、私は、これは進化を作るものとして研究した結果、 ペトライアミヨシア桜井キノとした。明治40年に私は日本の南部にヤッコソウという親族進化のものを発見し、ミトラステモン山本井キノとした。これは最も珍しい植物である。第一の受難。私の長い学級生活は、 いわば、受難の連続で、絶えず悪戦苦闘をしながら今日に来たのであるが、まずこれを前後二つの大きい受難として見ることができる。私は土佐の出身で、学歴を言えば小学校を中途までしか収めないのであるが、小さい時から自然に植物が好きで、田舎ながらも独学でこの方面の研究は熱心に続けていたのである。 それで、明治十七年に東京へ出ると、早速知人の紹介で大学の教室へ行ってみた。時の教授は、や田部良吉氏で、松村人造氏は、そのもとで助手であった。それで、や田部氏などに会ったが、何でも土佐から植物に大変熱心な人が来た。というので、みんなで歓迎してくれて、教室の本や表品を、 自由に見ることを許された。それから私は、四十教室へ出かけて行っては、ひたすら植物の研究に没頭した。その当時、日本にはまだ植物史というものがなかったので、一つこの植物史を作ってやろう。そういうのが、私の阻止であり、目的であった。元私の家は酒屋で、 多少の財産もあり、両親には早く別れ、兄弟は一人もないので、私がその家を継いだので、財産は自由になるから、その金で私は東京へ出たのである。で、植物誌を出版するには、土佐へ帰ってゆっくりやろうという考えであった。しかし、植物誌を作るには図を入れなければならぬが、その当時土佐には、 石版の印刷所がない。そこで、一年間石版屋へ入って、石版印刷の稽古をしたのであった。それに、自分で言うのも変だが、私は別に図を書くことを習ったわけではないが、生来絵心があって、自分で写生などもできる。そこで、特に画家を雇うて書かせる必要もないので、まずどうにか、 独力でやって行けると考えたのである。ところが、そのうちに、郷里へ帰ることがだんだん嫌になって、一つ東京でこれを出版してやろうという気になり、いよいよ著述にかかった。もっとも当時は、植物学が今のように発展せぬ時代だから、そんなものを出版したところで、売れはしない。で、 出版を引き受ける書店のあろうはずもないので、自費でやることを決心し、とりあえず、日本植物史図編という図解を主にしたものを出版した。もちろん薄っぺらなものではあったが、連続して六冊まで出した。大学の教室へ行って、そこの書物や表品を参考にしていたことは言うまでもない。しかるに。 この時になって、やたべ博士の心が変わってきた。ある日博士は私に向かって、実は今度自分でこれこれの出版をすることになったから、以後学校の標品や書物を見ることは遠慮してもらいたい。こういう宣告を下された。大学から見れば私は単なる外来者であるから、 教授からこう言われてみればどうしようもないが、私は憤慨に耐えないので、矢田部博士の藤見町の支度を訪ねて、今日本には植物学者が大変少ない。だから植物学に志す者にはできるだけ便宜を与えるのが我が学会のためである。かつ、先輩としては更新を引き立ててくださるのが道であろうと思う。どうか、 私の志を量として、今までのように教室への出入りを許していただきたい。そう言って、大いに拍手を解いてみたが、拍手はうべなってはくれなかった。私が思い切ってロシアへ行こうと決心したのは、その時である。ロシアには、マキシモビッチという学者がいて、明治初年に函館に長くおったのであるが、 この人が日本の植物を研究して、その著述も大部分進んでいるということであった。私はこれまでよくこの人に表品を送って、種々名称などを教えてもらっていたが、私の送る表品には大変珍しいものがあるというので大いに歓迎してくれ、先方からは同志の著書などを送ってよこしたりしていた。 この自分には私もかなり表品を集めていたから、これを全部持って、このマキシモビッチの元へ行き、大いに同志を助けてやろうと考えたのである。しかし、この橋渡しをしてくれる人がないので、私はスルガのニコライ街道へ行って、そこの教主に事情を話して頼んだ。すると、よろしいと快諾してくれ、早速手紙をやってくれた。 しばらくすると返事が来たが、それによると、私からの依頼が行った時、マキシモビッチは流行性官房に侵されて病床にあった。私の行くことを大変喜んでいたが、不幸にして間もなく死んでしまったということで、奥さんか娘さんかからの返事だったのである。それで、私のロシア行きも立ち消えとなってしまった。 博士と一回諸生との取り組み。こんなわけで、私は独立して研究を進めるにしても、顕微鏡などの用意はないし、参考書は不自由だし、全く困ってしまった。そこで、やむなく農科大学の教室へ行って、図などをそこで書かせてもらっていた。日本で初めて私の発見した、 食中珍騒、無地なもの写生図は、そこで書いたものである。しかし、考えてみると、大学の矢田部教授と対抗して、大いに踏ん張っていくということは、いわば、横綱と、ふんどし担ぎとの取り組み見たようなもので、私にとっては、名誉と言わねばならぬ。先方は、帝国大学教授、理学博士、矢田部良吉という歴とした人物であるが、 私は無関の一書生に過ぎない。海南土佐の一男子として大いに我が意気を見すべしと、そこでは私は大いに奮発して、どしどしこの出版を続けることにし、今まで各月くらいに出していたのを毎月出すことにした。植物には世界に通用する学名、サイエンチフィックネームというものがあるが、その自分には、 まだ日本では新種の植物に新たにこの学名をつける日本の学者はほとんどなかった。そこで第七冊からは私は新たにこの学名をつけ始め、オーブンで解説を加え、面目を新たにして出すことになった。その時、親友の池野聖一郎博士はいろいろ親切に私の面倒を見てくれた。 その時、今は個人となられた杉浦十号先生にお目にかかって、この八田部氏の一件を話すと、先生も非常に同情してくだすって、それは八田部君が悪い。そんなことをするなら、一つ日本新聞にでも書いて凝らしてやるがよい。日本新聞といえば、当時なかなか勢力のあったもので、それに先生の知人がいるということであった。 それから、やはり先生が関係しておられたのであろうアジアという雑誌で、ヤ田部の著書より私の方が日本の植物誌として宣伝をつけたものであるというようなことが載った。これも杉浦先生のお指図であったそうである。またある時、ヤ田部氏の同僚である菊池大六博士にこのことを話したところ、それはヤタベがけしからぬことだ。 と、私に大変同情してくだすったこともある。こうした苦難の間にも、私はとにかく、やたべ氏に対抗しつつ出版を続けて、11冊まで出した。ところが、この頃になって、郷里の家の財産が少しく怪しくなってきた。私は、これまでの生活費だとか、書籍費だとか、植物採集の旅行費だとか、 また、出版費だとか、すべて郷里からどしどし取り寄せては使っていたので、無論、そういつまでも続くはずはなかったのである。それで郷里からは、一度帰って整理をしてくれと言ってくるので、やむなく私は二十四年の暮れに郷里へ帰った。整理を済ませたらまた出てきて、今度は大いに八田部氏に対抗してやる考えであった。 ところが、私が郷里へ帰った後で、やたべ氏は、急に大学を非職になってしまった。元より、私との喧嘩が原因したわけでなく、他に大いなる原因があったのであるが、とにかく、当面の敵が大学を退いてみると、また、多少の考えがないこともなかった。これでまず、第一の受難は終わったわけだ。 浜尾総長の信仰。次に来た受難こそ、私にとって、深刻を極めたものであった。その深手を追った、その時の総意が、まだ今日まで残っているものがある。矢田部氏の後を継いで、大学の教授になったのは、松村人造氏であるが、私は、菊池第六先生の推挙によって、 この松村氏のもとで、明治26年に、助手として初めて大学の職員に連なることになった。ちょうど、郷里の財産がなくなってしまった時に、折りよく給料をもらうことになったので、大変都合が良かったかに思われるが、実は、その時の給料がたった15円で、私のこの後の大役も、この時にすでに兆しているのである。 芸が身を助けるほどの不幸せということがあるが、道楽でやっていた私の植物研究は、ここに至って唯一の生活手段となったのである。が、何分学歴もない一回諸生の身には、大学でもそう優遇してはくれず、と言ってそれに甘んじなければならぬ私の境遇であった。ところで、 私の家庭はというと、もうその頃には、妻もあるし、子供も生まれるし、その上私は、従来雨風を知らぬ坊っちゃん育ちで、あまり前後も考えないで、応用に財産を使い捨てていたのが癖になっていて、今でも友人から、マキノは百円の金を五十円に使った人間だから、なんて笑われるくらいで、金には全く執着のない方だったから、 とても15円くらいで生活が支えて行けるはずはなく、たとえごくつましくやっても、とても足りない。勢い、借金をせずにはいられなかった。大学に勤めておれば、またそのうちにはどうにかなるだろうと、それを頼みの綱として、借金をしながら生活したわけであるが、それでとうとう増えて、ついに2000円ほどの借金ができてしまった。 その頃の大学の総長は、浜尾新田氏であった。放課の教授をしていた土方康氏は、私とは同居の関係もあり、私の球場に大層同情して、例の植物史図編を持ち出し、これを浜尾さんに見せて、こういう書物を表したりした人だから、もう少し給料を出してやってはどうか。こういう相談をしてくれた。 浜尾さんはその書物を見て、これは誠に結構な仕事だ。学会のために喜ぶべきであるが、本人が困っているなら自費でやることはできなかろうから、むしろ新たに大学で植物史を出版するように計画したがよかろう。こういうことで浜尾さんのお声がかりで大日本植物誌がいよいよ大学から出版されることになった。 そうなれば、単なる助手と違って、私は特別の仕事を担当するので、自然給料も多く出せるから、一面は学会のためにもなり、多面には本人の休状を救うことにもなるという、浜尾さんの親切からであった。ところで、そうなると一方、私の借金の整理もしておかねばならぬ、というので、これも同じ郷里出身の、 田中光明博や、それに今の土方くん。今は特個人となった友人、矢野正吉郎くんなどが奔走してくだすって、やはり土佐から出た三菱へ話をして、ともかく三菱の本家、岩崎氏の助けで、ひとまず私の借金は片付いたわけであった。そこで肩が軽くなったので、これからうんと力を入れて、 世界のどこへ出しても恥ずかしくないような素晴らしい書物を出そうという意気込みで編纂にかかった。そしてようやく第一冊を出した。ところが、しなくもここにまた私の上に大きい圧迫の手が下ることになった。圧迫の手が下る。 その前から植物学雑誌というのがあって、これははじめ私どもがこしらえて今でも続いているが、その雑誌へ私は日本植物の研究の結果を続々発表していた。これがどうも松村教授の気に入らなかったと見える。なおお話しせねばならぬことは、私が専門にしているのは分類学なので、 松村氏の専門もやはり分類学で、つまり同じようなことを研究していたのである。それを私は誰はばからずどしどし雑誌に発表したので、どうも松村氏は面白くない。つまり嫉妬であろう。ある時、君はあの雑誌へ盛んに出すようだが、もう少し自重して出さぬようにしたらどうだ 松村氏からこう言われたことがある。しかし私は大学の職員として松村氏のもとにこそ折れ、別に教授を受けた師弟の関係があるわけではないし、死に気兼ねをする必要も感じなかったばかりでなく、常実で学問の進歩を抑える理屈はないと、私は相変わらず盛んに我が研究の結果を発表しておった。 それが非常に松村氏の危機に触れた。松村氏は元来いい人ではあるが、どうも少し強烈な点があって、これを大変に怒ってしまった。他にもなお松村氏から話し出された縁組のことが成就しなかったので、それでもだいぶ感情を害したことなどあり、それ以来どうも松村氏は私に対して、 絶えず敵意を示されるようなことになった。ことごとに私を圧迫する。人に対して私の悪口をさえ言われるという風で私は実に困った。これが10年、20年、30年と続いたのだから私の苦難は一通りではなかった。何よりも私の困ったのは給料の上げてもらえぬことであった。 浜尾さんの親切でせっかく仕事が与えられ、従って給料も上げてもらうはずであったが、当の松村教授がこんなわけで、前にも記した大日本植物史の第一冊が出版せられても、一向に給料を上げてくれない。前に述べたように、一度借金の整理はしていただいたけれども、給料が上がらぬ以上、依然として生活に困るのは当然である。 わずか十五円、たまに上がれば二十円で、子供が五人六人となる私どもでは、到底生活はできない。そのうちには、また子供が生まれるとか、病気にかかるとか、死ぬとか、妻が入院するとか、失敗は重なる。子供が多ければ、自然、家も大きいのが必要になる。それに私は、非常にたくさんの植物商品を持っていて、 これがために余計な部屋が二つくらいもいる。書物が好きでこれもかなり持っている。そんなわけで不相応に大きな家が必要だった。牧野は学校からもらうのは家賃くらいしかないのに、ああいう大きな家にいるのは贅沢だ。そう言って攻撃されたりしたが、これも贅沢どころかやむなくそうしていたのだ。 こんな風で、また借金が増えてきた。金を借りると言っても、おのおのの仲間に、そんな親切な人は少ないから、どうしても、高い利子の金を、金貸しから借りる。このために私が困ったことは、実に、言うに忍びないものがある。当時の学長は、三作りき地先生で、松村氏が私へ対する内情をよく知っておられたので、 松村氏が私を密かに罷免しようとしても、三つくり先生のいる間は、その陰謀が達せられなかった。ところが、学長が変わって、他の科の人がなった時に、この方は私のことをよく知らないので、とうとう松村氏の言を聞いて、私を非職にしてしまった。しかし、これを聞くと、みんなが承知しない。 マキノを辞めさせることはない。そんなことをしては教室が不自由で困る。また教室の秩序も乱れる。こう言って反対をした。それほど私は教室では重宝がられていたものと見える。この反対運動がやかましくなって、今度は私を講師ということにして、また学校へ入れることになった。 以来、ずっとこれが、今日まで続いているわけである。これは、後の話であるが、定年制のために、松村氏が、学校を退いた。その時に、ある新聞に、私がどうでもやめねばならぬとすれば、牧野もやめさせておいて、私はやめる。松村氏の言として、こんなことが書いてあった。 真か義か知らぬが、とにかく松村氏が私に敵意を持っておったということはなかなか深刻なもので、かつ連続的なものであった。しかし松村氏もとうとう私を自由に処分することはできないで、かえって講師にしなければならなかったというのは、全く松村氏の面目が潰れたと言って良いわけになる。 池永植物研究所大学で出版しつつあった大日本植物誌はこうした中でされたのであるが、これが出るとその精細な植物の記載文を見て松村氏は文章が牛の小便のようにだらだら長いとか何とか言ってこれに火を打つという風で私も鼻だ面白くない。そこで、 とうとう捨て鉢になって、四冊を出しただけで排してしまった。もしあれが続いていたら、自分で言うのもおかしいが、世界に出しても恥ずかしくなく、また一面、日本の誇りにもなるものができたろうと、今でも腕をぶして、残念に思っている次第である。その書は大学にあるから、誰でも一度見てください。 大正5年の頃、いよいよ困って、ほとんど絶体絶命となってしまったことがある。仕方がないので、表品を西洋へでも売って、一時の休を救おう。こう覚悟したのであるが、これを知った農学士の渡辺中吾氏が大変親切に心配してくれて、この球場を東京朝日新聞に出された。大切な学術上の表品が、 外国へ売られようとしている。と言って、それをひどく惜しむような記事だったが、これが大阪の朝日新聞に転載されて、図らずも神戸に二人の特使家が現れた。一人は、久原房之助氏で、今一人は、池永はじめという人である。池永氏はこの時、京都帝大放課の学生だということであったが、 新聞社で相談をしてくれた結果、この池流しの行為を受けることになって、池流しは私のために2万円だか3万円だかを投げ出して、私の気球を救うてくだされた。長い間のことであり、私の借金もこんな大金になっていたのである。その上、毎月の生活費を支持しなくては、また借金ができるばかりだから、というので、 池流しは、以後私のために、それを月々、償って下されることになった。この時分、池流しのお父様は、すでに亡くなっていられたが、この方は、大変教育に熱心な人で、そのための建物が、神戸の江毛山公園の、登り口に建ててあった。そこへ、私の、大正5年までの表品を持って行って、ここに、 池永植物研究所というのをこしらえた。今でも私はここへ毎月行って面倒を見ることになってはいるが、いろいろの事情があって、今は池永氏からの援助は途切れ途切れになっている。しかし、とにかく縁はつながっているのである。ミニの時に大阪朝日新聞には鳥居祖先氏がおり、その下に 長谷川女瀬寛氏がいられて、私の面倒をよく見てくだすった。また、東京朝日には、長谷川さんの兄さんの山本松之助氏が社会部長をしておられて、ともども私のことについて、主従好意を示されたのであった。渡辺の音楽師は新聞に筆を取っておられたが、後、健康の関係で傍州に去り、今は、 大網の農学校の校長をしておられるのである。この機会に、諸子のご行為を射しておきたいと思う。こういう風で、とにかく私の婚約は、池流しのために助けてもらい、次来今日に及んで、私は、依然大学の講師を務めているのである。正式に学問をしなかったばかりでなく、 大学を出なかった私は、まだ、教授でも何でもない。しかし私は、運動などしてそれを得ようとは、さらさら思っていない。また、給料にしても、初めから一度も、あげてくれと頼んだことはない。私は、そんなことが嫌いである。それで、今日私のもらっている大学の給料は、わずかに、大枚75円である。 数年前、久しぶりで十二円ばかり上げてくれた時鼻くそと同じ太さの十二円。これが威んの印なりけり。と口ずさんだ。しかも、三十七年金属の私である。大抵給料というものは、三年なり五年なりには上がるものであるが、私は依然として、 前期の額で甘んじている。今日、七十五円で一家が支えられようはずはないが、他は皆、私が、老骨に無知打ってやっているのである。それゆえ、普段は、はだ忙しい。忙しいのは良いが、生活のために、この物資を得る仕事で、私の本来の研究が、どのくらい妨げられているか、計り知られぬ。 その点は、平素を非常に遺憾に思っている。私はまだ、学会のために真剣に研究せねばならぬ植物を山のように持っているのに、歳月は流れ、我が弱い余すところ行くばくもない。感極まってなかんとすることがたびたびある。今こそ私は、白紙の肩書きを持っている。 しかし私は別に博士になりたいと思わなかった。これは友人に勧められてのっ引きならぬことになって論文を出した結果である。私はむしろ学位などなくて学位のある人と同じ仕事をしながらこれと対抗して相撲を取るところにこそ愉快はあるのだと思っている。学位があれば何か大きな手柄をしても 博士だから当たり前だと言われるので興味がない。私が学位をもらったのは昭和二年四月であるが、その時こんな歌を作ってみた。何の木も何の教主も消えうせて平凡化せる我の学問。学位や地位などには私は 何の執着をも感じておらぬ。ただ志士として、天性好きな植物の研究をするのが唯一の楽しみであり、またそれが生涯の目的でもある。終わりに、大学の植物学教室等の諸君は、長い間松村氏が絶えず私を圧迫しつつあったとき、いずれも皆私に同情してくださった。中にも、 後藤聖太郎博士、藤井健次郎博士は、影になり日向になって私を庇護してくださったので、私は中心から感謝している。左の土土逸は私が数年前に作ったものだが、私の一生はこれに尽きている。草をしと根に木の根を枕。花と恋して五十年。 今では私と花との恋は50年以上になったが、それでもまだ冷めそうもない。全国の植物最終回に招かる。私は商売上旅行を何百遍となくしたが、費用がかかるから地方の最終回に講師として招聘される機会を利用しいくらか謝礼をもらうと、 それでまた旅行を続けたりした。そんなことが続き続きして今日に至っていたわけである。九州あたりへは6年も続けていったこともある。私は日本全国各地の植物採集会に招かれて出席し、地方の同行者、学校の先生などに植物の名を教え、また、 評品に名を付ししてあげたりしたり私の指導した先生だけでも何百人といるはずだと思う。だから文部省はこの点で私を大いに表彰せねばいけんと思う。植物最終回で古いのは横浜植物会であって、創立は明治42年10月であり、私はこの会の講師であった。 創立当時には、原虎之助、岡太郎、笠間忠一郎、松野重太郎、福島亀太郎、鈴木長次郎などの人が熱心にこの会のために尽くし、後には和田利平、久内清高、佐伯李一郎氏なども加わったが、素人であって学校の先生も叶わぬ人も少なくなかった。この会は、 事務所を横浜市弁天通りの丸善薬局に置いていた。明治四十四年十月には東京植物同好会が生まれた。私がこの会の会長となった。この会の方は田中常吉という人が世話人であった。植物研究雑誌の総監。私は 自分で自由にできる機関紙がなければ不便なので、大正五年四月、植物研究雑誌を創刊した。五十円ほど借金して、第一巻、第一号を出版する運びとなった。私は、この雑誌の編集には相当の努力を払い、他の人の書いた原稿も、自ら金遣いを訂正し、文字を正し、 いちいち別の原稿紙へ写し取り、写真を貼り付けたり、なかなか面倒なことをした。この雑誌はいわば、私の道楽であった。その発汗の字には、本誌は、時代これを埋めり。我が国の源氏は、五人をして寸時、寸字も豊満体へ高所答案を許さざるなり。五人は、国民たるの名誉として、 また、学に務むる者の浄土として、我が大日本帝国をして、将来、世界の中心たらし面がために、うんぬん、の句に始まり、いたずらに花鳥風月に良い、空分不治を浪して、漢日月を送るがごときは、これ、我が輩のことにあらざるなり。世はこれがために、実に、気三十四年の長実月間、 あえて、自家の利害を考慮せず、あえて、自家の器を方変を土外に置き、悪戦に次ぐに悪党をもってし、今日なお依然として、構想の一卒たり、うんぬん、の句がある。私は、この雑誌の関東を利用し、植物研究のいかに国家にとって緊急時なるかを解き、第一巻第一号には、時の総理大臣、 大熊茂信博に進言せる被検書を発表した。その骨子は、日本土産植物の根本調査のよう、有用植物調査の急務、有用植物陳列館設置の急務、有用植物見本園設置の急務、日本有用植物史編成の急務、植物標本収集の急務、蓄類調査のよう、 などであった。植物研究雑誌には私の言いたいことをどしどし書いた。試みに第一巻からその目次を拾ってみると、植物の語は日本にて作り、植物学の語はシナにて制す。関東は吹きにあらず。柏かしわかかしわか。漢字の話です。 奇変に角とと書くかしあとの方が奇変に回答の怪と書くかしです。箱根うつぎは箱根山に散せぬ。ソテツは熱帯植物にあらず、白もまたしかり。霧島ツツジ霧島山になく、雲仙ツツジ雲仙岳に散せず。 とうとうの書論が満載されている。中村春次先生と私。植物研究雑誌は、その後、池流しの方から援助を受けることが困難となり、継続的に観光することが難しくなったが、私は、これを廃刊することなどは、無双だにもしていなかった。ところがこの時私は、 生計学園長、中村春次先生の地偶を得ることとなり、同志はその結果、枯草の雨に遭い、テップの水を得たる幸運に再会することを得、修風小撮の今日から、急に春風台頭の場に転じた。当時の私の記録にも、次のようにしたためてあった。枯草の雨に遭い、 テップの水を得たる幸運に再開することを得て、本誌はために蘇生し、今後続々出版することを売るに至り、修風小説の今日から、急に春風大東の場に転じた。これは全く、中村先生が、学術に忠実に、定義に厚く、かつ、任教の気に飛んでおらるるのいたすところで、 私は同先生に向かって、中心から感謝の意を表するものである。これは全く、中村先生が学術に忠実で定義に厚く、かつ、任教の気に飛んでおられるのいたすところで、私は深く感謝してやまなかった。私が先生を知ったのは、大正11年7月で、 先生の滑られておられる整形高等女学校の生徒に野州の日光山で植物採集を指導することを移植せられ、同先生、その他同校職員の方々とともに同山に赴いたとき、診者する機会に放着したわけである。日光湯本温泉の板屋旅館を根拠として、生徒は別の一棟に、 中村先生と私とは2階に間を取ったが、部屋が隣なので色々な物語を交わした。私は従来の身の上話や雑誌のことなどを申し上げたところ、先生はよくこれを聞かれ、熱き同情の心を寄せられ、私に対し非常な行為を示された。中村春次先生に関しては次のことを記さねばならない。 それは、その後、同校の生徒と再び日光に行ったとき、同じ2階に校長の帽子と間を取ったとき、初めて知って感激したのであるが、二度目に行ったときは、以前中村先生がおられた部屋に私が入り、私のいた部屋に帽子が入ったのであるが、私が前年にいた部屋は上等な良い部屋だったのに、今度は狭い次の間であった。 思えば中村先生は私に客人としての礼を尽くされ、自らは次の間に下がって私を良い部屋に入れてくだすったわけであった。私は校長の帽子が良い部屋に収まり、私を次の間に入れ平然たるのを見て、世には良くできた人間と良くできぬ人間とのあることを深く感じたのであった。 悲しき春の七草。中村先生はまた植物図節観光のため、毎月何百円かを私のために支出してくだすった。その結果、出来た図は80枚ほどあるが、不幸その後中村先生は二樹の犯かすところとなり、大正13年2月21日、公園として調整された。 先生、病おもしの方を聞き、私は先生を慰めんものと、正月の一日鎌倉に赴き、春の七草を採集し、これに名を付し、籠に持って差し上げたところへ、先生は非常にこれを喜ばれ、正しい春の七草を初めて見たと言われ、七草が湯にする前に、しばらく床の間に置いて楽しまれたということである。 先生の調整は私の授業にとって一大打撃であったが、それよりも私の最も良き理解者、心の友を失った悲しみは耐え難いものがあった。先生は最後まで私のことを気にかけていてくだすって、先生の後継者たるべき校長の帽子を呼んで遺言されたとき、薪野を援助するように、と、 くれぐれも言われたそうであったが、帽子はしかし私に対しては極めて冷淡であり、援助もやがて途絶えてしまった。私は先生居合のすずりを恋受け、今でも座右に置いている。また、大学で同じ植物学を専攻している中村博君は先生の次男である。私は、 植物図説の観光を断固としてやり遂げる決心でいる。私はその関東に中村先生の遺徳を忍んで図説館の由来を明記し、冷前に捧げようと考えている。大震災震災の時は渋谷の荒木山にいた。私は 元来天変地異というものに非常な興味を持っていたので、私はこれに驚くよりも、これを心ゆくまで味わったと言った方がよい。当時私はサル一つで表品を見ていたが、座りながらその揺れ具合を見ていた。そのうち林家の石垣が崩れ出したのを見て、家が潰れては大変と庭に出て、庭の木に捕まっていた。 妻や娘たちは家の中にいて出てこなかった。家は幸いにして多少の瓦が落ちた程度だった。余震が怖いと言って皆庭にむしろを敷いて夜を明かしたが、私だけは家の中にいて揺れるのを楽しんでいた。後に深幅が四寸もあったと聞き、 庭の木に捕まっていて、その具合を見損なったことを残念に思っている。その揺すっている間は、八丈座敷の中央で、どんな具合に揺れるか知らんと、それを味わいつつ座っていて、ただその姉妹庭に、ちょっと庭に出たら自信が済んだので、どうもあっけない気がした。その震い方を味わいつつあったとき、家の、 ギシギシと動く騒がしさに気を取られ、それを見ていたので、体に感じた肝心要の揺れ方が、どうも今、はっきり記憶していない。何と言っても、血が四五寸もの間、左右に急激に揺れたのだから、その揺れ方をしっかと覚えていなければならんはずだのに、それをさほど覚えていないのが、とても残念でたまらない。もう一度、 生きているうちに、ああいう自信に会えないものかと思っている。震災では植物研究雑誌第三巻第一号を全部焼いてしまった。残ったのは日本釣り七部のみであった。震災後二年ばかりして渋谷から石神公園付近の大泉に転居した。表品を 火災その他から守るためには、郊外の方が安全だと思ったからである。博士号の由来。私は従来、学者に称号などは全く必要がない。学者には学問だけが必要なのであって、裸一貫で名も一般に通じ仕事も認められれば立派な学者である。 学位の有無などでは問題ではない、と思っている。今までも、理学博士にしてやるから論文を提出しろとよく言われたが、私は30年間も意地を張って断ってきた。しかし、周囲の人が、後輩が学位を持っているのに、先輩の牧野が持っているのは都合が悪いから、ぜひ論文を出せと強いて進められ、 やむなく学位論文を提出することにした。学位論文はなるべく内容豊富でまとまったものが良いというので、従来植物学雑誌に連続掲載していた大文の論文千何ページかの本邦植物に関する研究を本論文とし、大日本植物誌その他を参考として提出し、理学博士の学位を得た。 私はこの肩書きで世の中に大きな顔をしようなどとは少しも考えていない。私は大学へ入らず民間に会って大学教授としても恥ずかしくない仕事をしたかった。大学へ入った者だから学位を押し付けられたりしてすっかり平凡になってしまったことを残念に思っている。博士号を受けて作った歌にはやや その頃の感慨が現れている。我が心。我を思う友の心に報いんと、今こそ受けし、文のしるしを。その刹那の惑い。何の気も何の教師も消え失せて、平凡化せる我の学問。 同じ。年寄りの冷水の霊また一つ。世界に増えし太平の身よ。とつおいつ。とつおいつ。受けし祝辞と長辞の方へ。何と答えてよいのやら。苦しい思い。 今日の今まで通した意地も捨てにゃならない血の涙。たとえ学問のためとはいえ、両親の亡き後、酒作る父祖の行を欲しいままにやめて、その産を使い果たせし我になれば。早く別れてあの世にいます、父母にお詫びの良い土産。鼻くそと、 同じ太さの十二円。これが威嚴の印なりけり。妻の死と末子笹の命名。昭和三年二月二十三日。五十五歳で妻末子は永民した。病原不明の死だった。病原不明では、 治療の使用もなかった。世間には他にも同じ病の人もあることと思い、その幹部を大学へ差し上げるから、それを研究してくれと大学へ送った。妻が重体の時、仙台から持ってきた笹に新種があったので、私はこれに、末子笹と命名し、笹末子やな。 なる学名を付して発表し、その名は永久に残ることとなった。この笹は他の笹とはかなり異なるものである。私は末子笹を妻の墓に植えてやろうと思い庭に移植しておいたが、それが今ではよく反もしている。亡き妻を思う。 私が今は亡き妻のスエコと結婚したのは明治23年頃。私がまだ27、8歳の青年の頃でした。スエコの父は彦根藩主イ家の神で小沢和正と言い,い、陸軍の永前部に勤務していた。東京飯田町の高天高級所に後になったところがその邸宅で、 表は飯田町通り、裏はお堀の土手で、その広い間をぶっ通して閉めていた。母は京都出身のもので、末子はその末の娘であった。末子の娘の頃は、裕福であったため、踊りを習ったり、歌のお稽古をしたり、非常に派手な生活をしていたが、父が亡くなった後、その邸宅も売り、その財産もなくしたので、 その未亡人は、数人の子供を引き連れて、格計のため、飯田町で、小さな菓子屋を営んでいたのです。青年の頃私は、本郷の大学へ行くとき、その店の前を四終通りながら、その娘を見染め、そこで人を介して、ついに嫁にもらったわけです。ナコードは、石版印刷屋の親父。というと、おかしく聞こえるけれど、 私は当時、大学で研究してはいたが、何も大学へ就職しようとは思っていず、一年か二年、この東京の大学で勉強したら、すぐまた土佐へ帰って、独力で植物の研究に従事しようと思っており、自分で植物図譜を作る必要上、この印刷屋で石版釣りの稽古をしていた時だったので、これを幸いと、早速そこの主人にナコードを頼んだのです。 まあ、恋女房という格ですね。当時私は、麹町三番町にあった、同郷出身の若藤宗則という人のうちの二階を曲がりしていたのだが、こうして恋女房を得たのだから、早速そこを引き上げて、根岸の御隠殿跡にあった村岡という人の離れ屋を借り、ここで夫婦差し向かいの愛の巣を営んだ。 そうして、私にはまだ多少の財産が残っていたので、四十大学へ行って植物の研究をしていたが、翌二十四年頃からは、その若干の私の財産も残り少なになってしまったのです。そこで、二十四年から二十五年にかけて、火星整理のために一旦帰郷したが、私が土さへ帰っている間に、 当時の東大植物学教授の矢田部良吉博士が突然被植になり、まもなく大学から私のもとへ手紙が来て、君を大学へ入れるから来いと言ってきたのです。しかし私は、ただいま火星整理中ゆえ、それが終わり次第上京するからと返事しておいたが、翌二十六年一月に長女のその子が東京で病死したので急遽上京し、 そのついでに大学に聞き合わせたところ、君の位置はそのまま開けてあるから、いつでも入れというので、私は初めて大学の助手を拝命。月給十五円の高級生活者になったわけです。ところで、私のうちでは、それからほとんど毎年のように、次々と子供が生まれる。月給は十五円でとてもやりきれぬし、 そうむやみに他人が金を貸してくれるわけもなく、ついやむなく氷菓子から借金をしたが、これがわずか二三年の間に、たちまち二千円を突破してしまったのです。そこで、同郷の土方康博士や田中光明博が大変心配してくださって借金整理に当たることになり、田中博の圧戦で三菱の岩崎が乗り出してくれて、 ともかく二千円の借金をきれいに払ってくださったのです。それから肘方博士が当時の浜尾東大総長に私を紹介してくれ、そこで浜尾総長が非常に心配してくだされ、総長の行為で私が大日本植物誌の編纂に従事することになった。つまり、 ただの助手では、報給が決まっていて、なかなか上がるものではないが、こういう特別の仕事をすれば、私の収入も増やすことができよう。という、浜尾総長のご行為からであったが、この私の大事業に対して、当時の植物学の主任教授、松村博士が、どういうわけか、いろいろな妨害をされた。後、ゆえあって、せっかくの大日本植物史も、 第四週のまま中止することとなったのです。したがって、また私の収入はビタ一問も増えなくなってしまったので、そこで私は生活上やむを得ず、私の苦心して採集した標本の一部を学校へ売ってみたり、書物を書いたりして、生活上の赤字はどうしても私の腕で補ってゆかねばならなかったのです。ところが、小沢さん。 結局姉妹には十三人もの子供ができてしまったので、私の家の生活が月給十五円から二十五円。十三人目の子供ができた時の報給が二十円から二十五円でした。ぐらいの報給と私の痩せ腕による副収入とではとてもやってゆけるものではなく、またたちまち各方面の借金また借金が増えて、その後長いこと私は 苦しまねばならなかったのです。その時、ちょうど天の使いのように私の目の前に現れてきてくださったのが、当時、某新聞社の記者をしていた農学士の渡辺中吾君。一時、京都の農学校の校長をしていて、今は確か帝国農会の理事か何かしているはずです。でした。この渡辺君が非常に私に同情してくれて、 こんな球場にあることは思い切って世の中へ発表した方がいいでしょう。きっと何かお役に立つこともあるかもしれないから。と極力進め、かつは私を激励してくれたので、私もとうとうこの時初めて我が生活の内容を世間に発表してしまったのです。すると、早速私を救済しようという人が二人出てきました。一人は、 福原房之の氏。他の一人は、まだ兄弟の学生であって、後の実業家、池永はじめ氏であった。そこで、渡辺くんの勤め先の新聞社の斡旋で、結局池永さんが私の負債を払ってくれることになり、これをきれいに生産してくれた上で、神戸に池永植物研究所を作られたのです。それのみならず、当時池永さんは、 月々若干の生活の補助を私にしてくださったのであり、私にとって終生忘れることのできない恩人になっています。筆教ミニの池永植物研究所の名も、実は牧の植物研究所とすべきであったが、私は池永氏に感謝の実意を捧ぐるために、その研究所に池永の姓を冠したのでした。 さて、私はここで話を最初に戻して、死んだ家内の話を申し上げてみたい。なぜならば、私が修正、植物の研究に身を委ねることのできたのは、何と言っても、防災、末子のおかげが多分にあり、彼女のこの大きな激励と内助がなかったら、私は困難な生活の上で行き詰まってしまったか、あるいはやむを得ず、 商売替えでもしていたかもしれませんが、今日思い返してみても、よくもあんな貧乏生活の中で、もっぱら植物にのみ熱中して研究ができたものだと、我ながら不思議になることがあります。それほど妻は私に尽くしてくれたのです。再建者が来ても、きっと妻が何とか口実をつけて追っ払ってくれたのでした。いつだったか、末子が、 何人目かのお産をしてまだ三日目なのに、もう起きて遠い道を歩き、再建者に断りに行ってくれたことなどは、その後何度思い出しても、私はその度に感謝の念で胸がいっぱいになり、涙さえ出てきて困ることがあります。実際そんな時でさえ、私は奥の部屋で、ただ好きな植物の標本いじりをやっていることのできたのは、全く妻の賜物であったのです。 末子は普段私のことをまるで道楽息子を一人抱えているようだとよく冗談に言っていましたがそれは本当に内心そう思っていたのでしょう何しろ私は上述のような次第でいくら借金が増えてきても植物の研究にばかり毎日夢中になっていて家計の方面ではいつも不においがちで長年の間 妻に一枚のいい着物を作ってやるでなく、芝居のような女のすく娯楽は、もちろん何一つ与えてやったこともないくらいであったのですが、この間妻は嫌な顔一つせず、一言も不平を言わず、自分は古い継ぎだらけの着物を着ながら、逆に私たちの面倒を影になり日向になって見ていてくれ、低粛に私に仕えていたのです。対象の 中ば過ぎでした。上述のような次第で、いろいろ経済上の難局にばかり直面し、幸いその都度、世の中の偽教心に富んだ方々が助けに現れて、ようやく通り抜けては来たものの、結局私たちは、他人数の家族を抱えて生活して行くには、何とかして金を得なければならないと、私は決心しました。それも、タバコ屋とか駄菓子屋のようなものでは、 とても一同がやってゆけそうにないが、一度は本郷の夫岡町へ菓子屋の店を出したこともあった。そこで妻の英談でやり出したのが意外な待合なのです。これは私たちとしては随分思い切ったことであり、私が世間へ公表するのはこれが初めてですが、妻は初めたった3円の資金しかなかったにかかわらず、これでもって、 渋谷の荒木山に小さな一軒の家を借り、実家の別姓をとって、今村という待合を始めたのです。私たちとはもとより別居ですが、これがうまく流行って土地で二流ぐらいまでのところまで行き、これでしばらく生活の方もややほっとしてきたのですが、やはり素人のこととてこれも長くは続かず、終わりには、 とうとう悪いお客がついたため、貸し倒れになって、ついに店を閉じてしまいましたが、この頃私たちの周囲の者は、無論次第にこれをかぎ知ったので、大学の先生のくせに待合をやるとはけしからん、などと私は散々大学方面で悪口を言われたものでした。しかし私たちには、全くやましい気持ちはなかった。 金に困ったことのない人たちは、すぐにもそんなことを言って、他人の行動にケチをつけたがるが、私たちは、何としてでも金を得てゆかなければ、生活がやってゆけなく、全く生命の問題であったのです。しかもこの場合は、妻が独力で、私たちの生活のために、待合を営業したのであって、私たち家族とは、無論別居しているのであり、大学その他へ、 この点で、何ら迷惑をかけたことは、剛もなかったと言ってよいのです。それゆえに、時の後藤理学部長も、その辺よく了解し、かつ、同情していてくだされたのです。こうしてとにかく、一時待合までやって、ようやくしのいできた後、妻は私に、っか私たちの住んでいる、この東大泉の家を作る計画を立ててくれたのです。 妻の意見では、都会などでは火事が多いから、せっかく私の苦心の採集になる植物の標本なども、いつ一辺の灰となってしまうかわからない。どうしても、絶対に火事の危険性のないところ、というので、この東大泉の田舎の雑木林の真ん中に小さな一軒家を建てて、我々の永遠の住みかとしたのです。そうして、 ゆくゆくの将来は、きっとこの家の標本館を中心に、東大泉に一つの植物園をこしらえてみせよう。というのが妻の理想で、私も大いに張り切り、いよいよ植物の採集にも熱中したのですが、これもとうとう妻の儚い夢となってしまいました。この家ができて喜ぶ間もなく、すなわち昭和三年に、妻はとうとう、 病気で大学の青山外科で亡くなってしまったからです。去年五十五でした。妻の墓は今、下屋谷中の天王寺墓地にあり、その墓碑の表面には、私の読んだ句が二つ、防災へのとこしなえの感謝として、深く深く刻んであります。家森氏、妻の恵みや、 我が学び。世の中のあらん限りや末子笹この末子笹は当時竹の研究に凝っており、ちょうど仙台で笹の新種を発見してそれを持ってきていた際なので、早速防災末子の名をこの笹に命名して長野記念としたのでした。この笹は 未だに我が東大泉の家の庭にありますが、いずれ天皇寺の母妃のそばに移植しようと思っています。終わりに望んで、私は私の約半世紀も勤め上げた大学側からは、終始いろいろのこらえられぬような学問的圧迫でいじめられ通しでやってきました。しかし今日、私の心境は、 むしろ淡々としていて、こんなつまらぬことは問題にしていません。由来、学者とはいうものの、案に相違した、偏教な、そして、嫉妬深い人物が、現実には往々にしてあることは、いかんながら、やむを得ません。しかし私は、大学では、うんと圧迫された代わりに、非常に幸運なことには、世の中の基地、 未知の方々から帰かって非常なる同情を寄せられたことです。私は幸い78歳の今日でも健康にはすこぶる恵まれていますから、これからの余生をただひたすら我が植物学の研究に委ねて、少しでも我が植物学会のために貢献できればと念じているばかりです。 科学の強度を築く。学問の環境に育つ。私の二十歳といえば、明治十四年のことで、私が初めて東京の空気に触れて、故郷に帰っていた頃でした。私の郷里は、高知県高岡郡坂和町ですが、そこは、藩主山内港の特別待遇を受けていた国ろう、深尾家が治めていたところで、 私族の多い市街だったのです。町には名工館という学校があって、校門の教えが教えられ、算数の学が講ぜられなどして、学問も随分ん盛んでした。当時、高地に次いでの学問地だったのです。でもその時代は、私族とか町人とかの区別が厳しく残っていて、学問は主に、 氏族の間にのみ盛んでした。そして、田中光明博、土方康博士、広井勇博士などの名詞を送り出しました。私は酒屋の子供だったのですが、こうした学問の環境中に育ってきたのです。そして、次世は次第に学問の必要を理解するようになった。学問を 族の特権と考えるような時代は過ぎ去りましした強度へ新しき知識を私は20代の頃世の中の進歩開花のためにはどうしても科学を盛んにしなければならぬと痛感して私が先に立って郷里に理学会を作り郷土の学生を集めて講演をしたり収集した書籍を提供したりして 郷土民の啓蒙に努力しました。こうしたいろいろの方面に関係してゆくうち、雑誌創刊の必要に迫られて、各地雑誌を作りました。もちろんその自分は、郷里に印刷機もありません。自分で書いて、それを冊子とし、同輩の人々に回覧せしめたものでした。その時、 井上哲二郎博士に序文をいただこうと思って、当時東京にいた土方康氏を煩わしましたが、何かの都合であるが長尾先生から、各地の弁という名文をもらって喜んだことなどを覚えています。こうしたことも結局、郷土人に科学の知識を寛容しようとする私の努力だったのです。その頃、郷土の学校に、 唱歌という科目があったが、市販学校に一台のオルガンがあるだけで、教理にはこれなく、どうしても正確な教授もできなかったので、私は自費で一台のオルガンを買って、郷土の学校に寄付したことなどもありました。自分は、どうかして新しい知識を教理に入れようと、努めていたのです。当時は、私の家には財産があったので、 この頃は学問に遊んでいたのです。親が早く亡くなったので、親よりの制裁もなく、自分の思うままに好きな植物研究に入っていったのです。こうして自分の研究を進める一面、自分は方々より集めた本を郷土の人々に紹介しては、読書の関心を強めようとしていたのです。 研究に没頭して、ーダを帰り見ない。二十代を帰り見て、今までに良かったと思うことが一つある。ちょうどその頃、僕たちの市街にも色々の料理屋などができて、思想の定まらない青年たちは、その感覚の魔界に溺れて、随分その前途を誤った者が多かった。しかし自分は、 植物の研究に自らの趣味も感じていたので、下流の巷には足を入れようとは思わなかった。また、その時分もしも酒に親しむような悪臭に染まっていたならば、あるいは酔いに乗じて酒に飲まれていたかもしれない。小さい時から酒を飲まなかったことは、正しく身を守ることを保証しているのです。 私は現在74歳です。でも、老眼でもなく、血圧も青年のように低い。動脈硬化の心配もない。医者の言葉では、もう30年もその生命を許される、とのことである。酒やタバコを飲まなかったことの幸福を、今、しみじみと喜んでいる。青年は、ぜひ、 酒とタバコをやめてほしい。人間は健康が大切である。我らはできるだけ健康に長生きをし、与えられたる使命を重んじ、その大事業を完成しなければならぬ。心身の健全は若い時に養わねばならぬ。ほう。ミニは昭和十年に書いて、 公にしたものである。私は昭和十八年の今日八十二歳ですが、幸いに元気はすこぶる旺盛で、一向に老人のような気がしない。ゆえに、薪の王とか、薪の僧とか、薪の老とか書するのはこの上もなく嫌いで、また人からそう呼ばれるのも好まない。 頭は白髪をいただいて冬の富岳のようだが、心は夏の樹木のように緑水である。つまり、ハゲと、老少年なる植物が私を表彰している。まだこれから、うんと頑張れる。めでたし、めでたし。学内事情。 これは昭和14年7月25日、東京朝日に掲載されたものである。四十七年勤めて月給七十五円。東大を追われた牧野博士、深刻な学内事情の真相を暴く。我が植物学会の国宝的存在、牧野富太郎博士が四十七年間、すなわち、 半世紀の長きにわたって奉職していた、その、東大の植物学教室から、今度、追われるごとく、あるいは、自ら追んでるごとくにして、追いのみを、教団から引かなければならなかったというニュースほど、この頃の学会に、様々な話題と、深刻な疑問を投げかけたものはない。記者は、その間の行きさつ、あるいは、その背後にある、大学の内部事情、 学抜などについて知り合いのある学会通 B 君に詳しく質問してみたから読者諸君のご参考のために以下問答体でその話をなるべく正直にご紹介しよう A は無論質問者たる記者である A 早速ながら今度の牧の白紙事件についての真相を聞かせてもらいたいね一体白紙は なぜ辞表を出したんだ ?B。それはちょっと簡単に言えないね。博士ももう78歳の高齢だ。従って、更新に道を譲るため、去年頃から適当な機会に大学を辞めるだろうというような噂は一般にあったし、実際は博士自身にさえその腹はあったらしいんだ。A。 それにしては、新聞で見ると、今度という今度は、博士もだいぶ怒って辞表を出したらしい形跡じゃないか。B。まあ待て待て、先を急ぐなよ。無論今度の場合は、サしも普段はのんき一本槍で通ってきた牧野先生もカンカンに怒ったんだよ。それも僕から言わせれば、無理のない話だ。 なぜって新聞にもちょっと出たから君もだいたい知っているだろうが、五月のある日のことだ。あの東大泉の雑木林の中の白紙の牢屋へ、はるばると東部電車に乗って、東大理学部長寺沢寛一先生の代理なる者が白紙に面会にやってきたんだよ。それで白紙が定庁に上げてみると、それがなんと理学部植物学教室のただの事務員。 著者中。この時使いしたのは、植物学教室の助手、M、S の西であった。なんだ。そして何を言い出すかと思うと、あの、無邪気でのんきな老先生に向かって、先生はもう、先日来、適当の機会に辞表を出したいと言っておられたが、大学でも待っているから早い方がいい。今日辞表を出してくれないか。という趣旨の申し込みなんだ。 しかもその間には、78歳の高齢の博士に対して、随分失礼な源氏があったらしい。それで、サしも日頃のんきな老先生も、カンカンになってその無礼に対し怒りだし、また、博士のうちのおとなしいお嬢さんも、隣の部屋でただ聞いているには忍びなくなって飛び出し、なんという失礼なことをあなたは老人になさるんです。お帰りなさいお帰りなさい。おかえりなさい とうとう大声で泣き出してしまったという日はまであるんだ。そこで若い事務員は方法の低タルクで大学へ逃げ帰ったんだが、一本木の牧野先生はもう腹の虫が収まらないで、さっさと辞表を提出してしまったんだ。博士も先日東大で発表したように、どうせもう大学を辞めてもいいと思っていたし、ご自身は大学に対しては、 とも未練はなかったんだよ、よただ同じ辞めるにしても、大学がもっと博士に礼儀を尽くしてくれればよかったんだね。のみならず、博士が辞職の決意をして大学へ挨拶に行くと、当の理学部長の寺沢寛一先生は、肝心の事務員事件をあまりご存じないらしいんだ。それでとうとうこの事件は、植物学の某教授の 白紙追い出し策に過ぎないという疑惑がようやく濃厚になり、世間でもその教授に対して、防音教授などと陰口を聞くようになったんだよ。A。それにしても、大体いい大学講師の定年はいくつなんだい ?B。冗談言っちゃいけない。 ただの儚かない食卓に過ぎない大学講師なんかに定年なんかあるものか。強いて言えば、講師は毎年毎年、その3月には定年なんだ。というのは、原則として講師は一年単位の臨時雇いだからね。定年性のあるのは、教授、助教授、さては助手など、東京帝国大学完成第一条にちゃんと明記されている管理だけなんだよ。 講師については、帝国大学令第四条に、必要ある場合においては、帝国大学総長は講師を食卓することを、う、と規定されてあるだけなんで、そもそものはじめを言えば、講師なんか大学になくたってちっともおかしくはない存在なんだ。A。それで、実際の待遇の差はどうなんだ ?B。 管理たる助教授、教授などは、元来相当の実質上、待遇を受けている。それに、各学部で定員がちゃんと収まっているから、迂かに教授に長生きされると、その下の助教授などは、全くの万年助教授で、一生浮かばれんことになる。それで、定年制というのが出来上がったのだが、その代わり、定年で辞めるような連中には、ちゃんと恩給がついていて、 老後の生活は保障されているんだ。ところが講師の場合だが、いいかいさっき言った、毎年毎年事例の出るような講師の報給は、元来、毎週その講師が受け持たされている。例えば、毎週1時間の講義をする講師の年俸は、だいたい150円から200円。2時間講義をするものは、その2倍の300円から400円というふうに、 慣習的に相場が決まっているんだ。だから、一時間講義をする先生は、月割りにすれば、たった十二三円の月給取り、という感情になる。普通の講師は、毎週二時間から四時間だから、その中を取れば、月給はだいたい三十八円というわけさ。ところが、我が牧野郎先生は、本年七十八歳。 四十七年間もの長い間講師を務め上げた会があって、講師としては最高の月給取りなんだが、それが先日来問題の月給七十五円なんだ。これは大学講師としては異例の異例と言っていいくらいの高給取りなんだが、他方管理たる職員の場合を考えると、七十五円なんて端っ端は学校出たてのほやほや。 二十代の青二歳のような助手でも立派に取る報休に過ぎない。だから、大学講師として続ける限り、先生が百歳まで長生きをなさろうと、百円のサラリーマンにはなかなか及びもつかない待遇しか大学から受けられんわけさ。ええ。なるほど。それなら、牧野博士のような大学者を、大学ではなぜ、 そんな半世紀もの長い間、単なる講師として放任しておいたんだ。博士は一体、それで生活できたのかいまた、博士は大学から見れば、本当の学者じゃないとでも言うのかい ?B。博士が学者じゃないと馬鹿なことは冗談にも言いたもうな。この点では、本職の大学がやはり、博士の広い学職を一番知っていることだろう。 なぜって、明治の頃、我が国の植物学者が植物を採集してきては、それを自分で学名が付けられないので、標本をいちいち外国に送っては、向こうの先生に学名を付けてもらっていた頃、牧野博士が出現して、初めて独力でどしどし新学名を付けられ、後世の学者はそれを真似るようになったんだし。現に、今六千種からある日本の植物のうち、 1500種以上の学名は、博士がたった一人で名付け親になっていると言われているんだからね。また、ドイツのコ・エングラー博士、アメリカのベイリー博士などの世界的学者が、日本の植物学者に頭を下げたのは、ただ、我が薪の老先生だけだったんだからね。尊女そこいらの自称学者先生とは、桁違いの大学者なんだ。 三宅貴一博士は、かつて牧野博士のことを、百年に一度出るか出ないかの大学者、とまで折り紙をつけて激賞されたんだ。事実、博士に一目睨まれると、日本のどんな地方の植物でも、それが草の切れっぱし、葉の一辺は愚かなこと、あの、識別の最も至難とされているところの、ただの芽生えがあっただけで、 その植物が何かの植物でどんな性質のものか、一辺で正体が暴露されてしまうというんだから、俗な表現だが、全く天才というのほかないよ。自動車事故。今から七年ほど前になるが、大学からの木と、町で拾った円卓で白山上を通過した時、前方から失踪してきた自動車と衝突し、 大怪我をした。窓ガラスで顔を切り、ひどく出血した。直ちにハンカチで傷口を押さえながら大学病院に駆けつけて、七針か8針縫ってもらった。この事故で目をやられず、動脈をやられなかったことは幸いであった。退院したては人相が悪かったが、思ったより早く良くなった。 医者は酒を飲まないから全開が早いのだと喜んでくれた。朝日賞を受く。昭和12年1月25日、朝日新聞社から昭和11年度の朝日賞、朝日文化賞を贈られた。これは私の過去50年間の研究集大成として、 マキの植物学全集を完成し、昭和11年11月に刊行したが、これに対し送られたものである。当時の朝日新聞には、マキの博士が命名した新種1000を超え、新編集及び新たに改訂した学名を加えれば1500に達している。したがって、世界の植物分類学者で、 マキノ博士の名を知らぬ者はほとんどない。神聖の国宝的学者といっても過言でない。現在、各帝大、その他の学校、研究所にいる数十名の植物分類学者をはじめ、全国に分散している植物同行者数百名は、直接間接に博士の指導を受けた文科生といっても良いものである。博士が、 日本植物分類学の創設者、日本植物研究の第一人者たるの功績は没すべからざるものであるが、同時に日本の植物分類学者の大多数に親切に手ほどきして養成した功労も、また、甚大なるものであると言わねばならない。とあった。三たる栄誉の影に、血の滲む不当の精霊。 文化史に不滅の即席。11年度朝日文化賞が称える業績。文化日本のため、絶大な貢献を成した功績者として、1月25日、東京朝日新聞社において、昭和11年度の朝日賞を贈呈される旧史。我が植物学会の司法、牧野富太郎氏。日本植物分類学の始祖。 輝く研さ五50年の集大成。司会の司法、牧野博士。牧野博士が受けた勝敗には、1、日本植物分類の研究。本邦の植物分類に専念すること50年。この全的努力は、ついに昭和11年11月、牧野植物学全集を完成し、 我が植物学会に貢献すること多大なり。三に貴餓の功績を称賛し、本社朝日文化賞規定により表彰候動なり。とある。朝日賞の選考にあたって、新聞社の人が大学の教室に見えたとき、柴田慶太博士をはじめ皆喜んで賛成してくれたが、ただ一人、某博士のみは私のことを悪口し、 散々にこきおろしたので、新聞社の人もその態度を起こり、それには構わずに私を推薦したということである。朝日賞を受けた時もらった金は、何か有益なことに使わねば愛すまぬと考え、今なお大切に保管している。ド,ドイツに読んだものに、沈むこの葉も流れの具合、浮かぶその背もないじゃない。 大学を辞す。昭和14年の春、私は思い出深い東京帝国大学理学部植物学教室を去ることになった。私はもう年も78歳にもなったので、更新に道を開くため大学講師を辞任するの意は兼ねて抱いていたのであったが、辞めるについて、 少なからず不愉快な曲折があったことは遺憾であった。私は今、改めてそれについて語ろうとは思わないが、何十年も恩を受けた死に対しては、相当の礼儀を尽くすべきが人の道だろうと思う。権力に名を借り、一事務員を使わして、失釣りのごとき態度で私に辞表提出を強要するがごときことは、許すべからざる無礼であると、 私は思う。辞める時の私の月給は七十五円であったが、このことは相当世間の人を驚かしたようだ。私は大学を辞めても植物の研究を辞めるわけではないから、その点は少しも変わりはないわけであれ。朝な夕なに草木を共にすれば寂しい暇もない。 というのが私の気持ちである。私と大学。昭和14年からおよそ52年ほど前の明治20年頃に民間の一所生であった私は、時々、いな、ほとんど普段に東京大学理科大学、すなわち今の東京帝国大学理学部の植物学教室へ通っていた。 がしかし、大学とは、公において何の関係もなく、これは、当時植物学の教授であった、理学博士、矢田部良吉先生の許しを得てであったが、先生たちはじめ、学生諸君までも、非常に私を、厚遇してくれたのである。教室の書物も自由に閲覧してよい。標本も勝手に見てよいと、まるで、在学の学生と、 同様に待遇してくれた。その時分は、いわゆる、青長屋時代であった。私はこれがため、大変に喜んで、自由に同教室に出入りして、大いに我が知識の蓄積に努め、また新たに、いろいろと植物を研究して、日を送った。そこで、つらつら私の思ったには、従来我が国にまだ、 一つの完全した日本の植物史、すなわちフロラがない。これは国の面目としても確かに一つの大欠点であるから、それはぜひとも我ら植物分類研究者の手によってその完成を理想として新たに作り始めねばならんと痛感したもんだから、私は早速にそれに着手し、その行を始めることに決心した。それには、 どうしても図が入り利用であるのだが、今それを書く自信はあるから、それはあえて心配はないが、しかし、これを印刷せねばならんから、その印刷術も一通りは心得ておかねば不自由だ、と思い、そこで、神田西木町にあった一つの石板印刷屋で、一年ほどその印刷術稽古をした。そしていよいよ、日本植物史を世に出す準備を整えた。 その時私の考えでは、およそ植物を知るには、その文章も無論必要だが、図は早分かりがする。ゆえに、とりあえずその図を先に出し、その文章を後回しにすることにして、断然実行に移すこととなり、まずその署名を、日本植物史図編と定めた。これは、日本植物史の図の部の意味である。そして、 いよいよその第一巻、第一集を慈悲をもって印刷し、これを当時の神田浦神保町にあった書士、軽業者をして発売せしめたが、それが明治二十一年十一月十二日で、今からだいぶ前のことであった。その署名は前期の通りであったが、これをオーブンで記すると、イラストレーションズオブザフローラオブジャパン to serve as an atlas, to the 日本植物詩。であった。助教授であった松村人造氏は大変にこれを称賛してくれて、世は今日ただいま、日本帝国内に本邦植物図詩を表すべき人は、牧野富太郎氏一人あるのみ。本邦所産の植物を全壁線の責任を死におわしめんとするものなり。 と、当時の植物学雑誌第22号の史上へ書かれた。それが明治23年3月25日発行の第6週まで順調に進んだ時であった。ここに突然、私にとっては一つの悲しむべき事件が発生した。それは教授の矢田部氏が何の感ずるところがあってか知らんが、ほとんど 上の私の著書と同じような日本植物の書物を書くことを企てた。そこで私に向こうて宣告するに、今後は教室の書物も標本も一切私に見せないとのことをもってした。私はこの意外な拒絶にあって、来たと困った。早速に、八田部市の藤見町のうちを訪問して市に面会し、私の意見を陳述し、また、 懇願してみた。すなわち、その意見というのは、第一は、先輩は後輩を引き立つべき義務のあること。第二は、今日植物学者は極めて少ないから、一人でもそれを排斥すれば、学会が損をし、植物学の進歩を弱めること。第三は、やはり相変わらず、書物標本を見せてもらいたきこと。 この三つをもって折衝してみたが、死は強情にも、癌としてそれを聞き入れなかった。その時は、ちょうど私が東京近郊で、世界に珍しい食虫植物の無地なもを発見した際なので、私は、やむを得ずこれを、駒場の農科大学へ持って行って、そこでそれを写生し、完全なその小図ができた。この図の中にある花などの部分は、 その後、ドイツの植物書にも転載せられたものである。私は、ヤ田部教授の無情な仕打ちに奮慢し、しかる上は、ヤ田部を向こうへ回してこれに対抗し、大いに我が著書を進捗さすべし、と決意し、そこで初めて、多数の新種植物へ学名をつけ、大分の記載を添え、続々とこれを書中に載せ、上の 日本植物史図編を続刊した。当時私の漢字では、今仮にこれを相撲に例えれば、それはちょうど、大関とふんどしかつぎのようなもの。すなわち、やたべは大関、私はふんどしかつぎで、その取り組みは花だ面白く、真に対抗しがいがあるので、大いにやるべしということになり、そこは私は、土佐の生まれだけあって、 その鼻息がすこぶる荒かった。一方では、杉浦十号先生、または、菊池大六先生など、それはやたべがけしからんと、大いに孤立せる私に同情を寄せられ、ことに、その頃発行になっていた、アジアという雑誌へ、杉浦先生の意を受けて、大いに私のために書いて、声援してくださった。ちょうどその時である。 いっそ私は、私をよく知ってくれている、日本植物研究者のマキシモビッチ氏のもとにゆかんと企て、これを、ど国くの同志に紹介した。同志も、大変喜んでくれたのであったが、その切な同志は、不幸にも、流感で没したので、私は、ついにその行を果たさなかったが、その時に、書簡と題して私の作った、拙い詩があるから、お目にかけます。 漢文による詩が挿入されます。画面をご覧ください。明治二十四年十月、ついに上の図編が第十一集に達し、これを発行したとき、私の郷里、土佐国、酒川町に残してあった我が家、酒造家の始末をつけねばならぬことが起こったので、仕方なく、ミニの出版事業をそのまま投げ打っておいて、 そうそう東京を出発する用意をし、まもなく再び東京へ出てくるから、今度出てきたが最後、大いに八田部に対抗して奮闘すべく意気込んで国へ帰った。すなわちそれが、ミニ十四年の秋も半ばを過ぎた紅葉の時節であった。国に帰った後で、一つの驚くべき一事件が大学に突発した。それは、 やたべ教授が突然大学を非職になったことである。同教授のこの非職は何も私との行き札の結果では無論なく、これは他に大きな原因があって、つまり同じ大学の有力者との勢力争いでついにやたべ教授が負けたのである。それには彼の六名館時代、一橋高等女学校における彼の行為も、 だいぶ、その縁因を成しているらしく思われる。超えて、明治25年になった。月も紐を忘れたが、大学から一つの書面が私の郷里に届き、私の手に入った。開いてみると、君を大学へ採用するから来い、とのことが書いてあった。大抵の人なら、 こんな書面に接したら飛び立つように喜ぶであろうが、私はそう嬉しいようにも感じなく、ああ、そうか、というくらいの気持ちであった。そこで早速返事をしたためて、ただいま我が家を整理中だから、それが済んだら上京してお世話になります。と挨拶をしておいた。明治二十六年一月になって、 私の長女が東京で病死したので、急遽私は上京した。大学の方はどうなっているか知らんと聞いてみたら、地位がそのまま開けてあるから、いつからでも入れ、ということで、私は、ついに民間から入って大学の人となり、助手を拝命して植物学教室に勤務し、毎月月給を大米十五円ずつありがたく頂戴したが、これは一面から言うと、実は、 芸が身を助ける不幸せでもあったのである。実は私は大学へ勤めるまでは私の覚えていないほど早く死んだ親から残された財産があって何の苦労もなくのんびりと一人で来たのである。がちょうど大学へ入った自分にそれが全く尽きてしまった。それは大抵皆 我が学問に入れ上げたからであったが、そこは応用な坊ちゃん育ちの私には金の使い方が確かにまずく、今でもよく、牧野は百円の金を五十円に使った、と笑われることがある。思うてみれば、誠に不思議なもので、小学校も半分しかやらず、その後、どこの学校へも入らず、何の学歴も持たぬ私が、ぽっかり、 民間から最高学府の大学助手になり、講師になり、後にはついに博士の学位までも頂戴したとは、実に嘘のような誠で、実に世は様々。何がどうなるか分かったもんではない。だが、昨日まで断方な生活をしてきた私が、にわかに毎月15円とは、これには弱った。何分足りない。 足りなきゃ借金ができる。それから、だんだん子供が生まれだし、驚くなかれ、後にはついに、十三人に及んだ。そして割合に、給料が上がらない。さあ、ことだ。私の多治多難はこれがスタートして、それからが波乱長上。つぶさに新産を舐めた育十年を、大学で過ごした。その間、また絶えず、 主任教授の理不尽な圧迫が、学罰なき私に加えられたので、今日その当時を改装すると、面白かった、とは冗談半分言えないこともないではないが、しかし、誠に並行した。が、それでも、上にこびて、給料の一円も上げてもらいたい、と、めめしく勝手口から泣き込んで嘆願に及んだことは一度もなく、そんなことは、 いやしくも男子のすることではないと一度も落胆はしなかった。そして、こんな勢いの不利な場合はいくら焦っても仕方がないから、そんな時は黙ってうんと勉強し、先生力を養い、他実の風雲に備うる覚悟をするのが最も賢明であると信じ、私は何の不平も口にせず、ただ黙々として研究に没頭し、多くの論文を作ってみたが、 この研究こそ、多実端なく、私の学位論文となったものである。右よ曲折ある、こんな空気の中に長くおりながら、何の学伐もなき身をもって、明治26年就職以来、今日まで、実に、四十七年の歳月が流れたのである。こんな長い間、あえて発給をものともせず、嫌な顔一つも見せずに、 いつもニコニコと平気で在職していたことは、大学としても珍しいことであろうし、また、本人の年から言っても、78歳とは、これもまた、他に類のないことであろう。そこで私の感じることは、なるべく足元の明るいうちに、この古巣を去りたいことで、去年からそれを希望し、今年3月を限りとし、長く通したわがまま気まま、 もはや年貢の収め時の歌を歌いつつ、この大学の名物男。これは他からの賛辞であって自分は何とも思っていない。または、いわゆる植物の牧野さん。これも人がよくそう言っている。が、この思い出深い植物学教室に置いとまごいをするのである。大学を出てどこへ行く もう良い年だから隠居するとぼけたこと言うない我らの研究はまだ終わっていないで、なお善と良縁だ。まだ自分へ課せられた使命は果たされていないから、これから足腰の達者な間は、この広い天然の研究場で築し、できるだけ学問へ貢献するのだ。幸い若い自分から、体に何の故障もなく、すこぶる健康に恵まれているので、 その辺は、あえて心配無用だ。私の脈は柔らかく、血圧は低く、えへん元気の電池であるあそこも衰えていなく、そして、酒物まず、タバコも吸わぬから、まず調命は受け合いだと信じている。まあ、死ぬまで活動するのが私の務めさ。薬持て、補うことをつゆだにも、我は思わず、 今日の健やか。これなら大丈夫でしょう。言い漏らしたが、前の日本植物史図編の書はその後どうなったそれは私の環境が変わったので、あれはまずその第十一集で打ち切り。十二集分の図はできていたけれど。後に当時の浜尾総長の意を対して大学で私が、 大日本植物史の大著に従事していたが、ある事情のもとにそれは第四週で中止した。これは我が国植物書中の最も聖地を極めたものであるので、その中止は我が学会のためにこの上もない損失であった。著者であった私としては、まあ、 私の手腕のいかなるものであったかの証拠を示した記念碑を立ててもらったのだと思えば、多少自ら慰むるところがないでもない。以上はすこぶるだらしのないことを長々と書き連ねましたので、筆を置いた後、私は恐れ縮こまっています。長く住みし、カビの古屋を後にして、 気のすむ延べに我は生きせん。これから二つの大仕事。思い出深い大学は辞めたが、自分の思うように使える研究の時間が多くなったことは何より幸いである。私は幸い健康に恵まれていて、雨天の際もレインコートをつけることを務めないでも平気だし、また、 植物の図を描くときにも、どんな細部でも毛筆で描けて、決して手が震えるようなことはない。貧乏な私にとって、衣服の心配はなし、助手を雇う必要はなし、真にありがたい健康を得たと思っている。私に、これから先に課せられた大きな仕事は、二つある。一つは、 私が収集した膨大な表品の整理であり、もう一つは日本植物図説の観光である。この二つは私に課せられた天の使命と信じ、今後万難を排して完成しなければならないものである。表品の整理。表品の整理はこれから研究を進めるについても、 是非しなければならないものであるが、何せ何十万という膨大な数に上っているので、なかなか一朝一夕に片付くものではなく、少なくとも三、四年の年月はかかると思う。もし整理をせずに置けば、全く宝の持ち腐れで、この貴重な収集も枯れ草の集まりに過ぎぬことにもなる。また、この整理は、 最終者である私自身でなければ不完全になる恐れがある。私は何十年もの間根気よくこの表品を収集してきたが常に将来日本植物図説を観光するときの研究材料にする心構えで完全な表品をしかも多数に取ることを忘れなかった。記載を完璧なものにするにはどうしても 完全な表品を十分に持っている必要があるのであって、私はその点世間の他の人より優れていると自負している。私は表品整理完了の暁にはその一部を日本植物学会のために残し、また他の一部は欧米の植物学会のために寄贈し、持って世界を利せんことを念願としている。そうすれば、 私の表品も決して無駄にはならず、その価値を十分に発揮することができるわけである。また、この表品整理には仕事場が必要であって、そのため私はバラックで結構だから建物が欲しいと思っている。五軒に六軒くらいの広さで、二階建てで風雨がしのげれば十分であると思う。品整理が完了し、 できれば国家の手で私の表品が表品館にでも収容されるようになれば非常に満足に思う。私はこの苦心の表品が火災により消失したり、またネズミその他害虫などにより破損することを恐れている。この表品の始末を速やかに成し遂げるまでは私は安泰としてはいられない気持ちでいる。 植物図説の観光。もう一つの大きな仕事として私に課せられた使命は、日本植物図説の観光である。私は植物に関係した当初からこの考えを持っており、明治二十二年頃には日本植物史観光を発念し、日本植物史図編を手始めに出版したが、その序文にもあるごとく、 日本植物史観光の必要を痛感していた。私の考えは終始一貫しているが、なかなか思うようにならず、ついに今日に及んだが、日本にはどうしても日本植物研究の土台となるべき完全な日本植物史が必要である。この仕事の遂行には、自分は最適任者の一人であると自負している。 幸いに私は、この仕事を遂行するに、十分な健康を持っている。今でも、夜2時過ぎまで仕事をしているが、これをしないでは、物足らない感じがする。仕事を済まして頭を枕につけると、途端にぐっすりと朝まで熟睡するから、未だに記憶力が鈍ったとか、気力が衰えたとか感じたことはない。今年は79歳になったが、 胃腸も丈夫で何でも食べるし、血圧は低く、最終に山登りをしても足腰が痛むということは全くない。そう肩が凝ったらあんまお城の腰をさすってくれのなどと言ったことがないから、うちの者は誠に世話の焼けない年寄りだと思って喜んでいる。私は自身でも図を書くので、図を書かせるについても、 要領よく指図をすることができて具合が良い。図説は再色したものにするつもりで一般の人にもわかる便利なものにしたいと思っている。この時局で色々のものが十分にいかんのは残念であるが私は献身的の努力をもってこれを完成する覚悟でいる。私はこの図説は 世界に向かってその進化を問うつもりでいる。出版の暁はぜひ、広く世の人に好評を仰ぎたいと思っている。私は、この二つの大きな仕事の遂行にあたり、大方のご講演、ご弁達を賜ることを、切に希望してやまない。私の今の心境。 私は去年大学を辞めて以来、日夜この大使命遂行のために献身的努力を払っているのであって、決して暗寒と日を過ごしているのではない。三年飛ばない鳴かない鳥も飛んで泣き出しゃ呼ぶ嵐。というのが私の今の心境である。私は、 植物研究の五十年を解雇して読んだ次の句をもって、この自助伝の終わりを結びたいと思う。草をしと根に木の根を枕、花を恋して五十年。五十年といえども、この恋はまだ冷めない。終わりに臨み、私のために長らく貴重な紙面を提供された、 白柳修子先生のご好意に対し、新人なる感謝の意を表したいと思う。八十五歳の我は今何をしているか。私は今年八十五歳になるのだが、我が専門の植物研究に毎日毎夜従事していて、あえて悪くことを知らない。つまり、 植物学への貢献を当館に付していないのだから、どなたにもご安心を願いたい。実際私は昨年10月24日に山梨県北駒郡保坂村の疎開先から帰宅した。以来、なんだか新世界へ生まれてきたような気持ちである。これからは日本文化のため尽くさねば国民たるの資格が果たせないとの考えから、 大いにその責任と義務とを良心的に感じている次第だ。早速に我が仕事として、年来うんちくした知識を順々に発表するため、牧の植物根根録、なる個人雑誌を編集したが、鎌倉書房主人が儀況的にこれを発刊してくれたので、以下の号も続いて世に出すこととなっている。そして私は、 疎開先から帰るや否や、躊躇なく我が研究を進め、今日のただいまも、養生小区の書斎、何層かの机によって、一方には植物の実物を受け見し、一方にはペンを動かしてこれを記述し、また、写生図をも自分に作っている。この間、毅然に座り通し、ただ用事のある時、食事の時、または、 来客に接するときなどだけそれを離れるのである。平日、庭に咲いた中華民国産の丸葉玉のかんざしの写生に4日を費やしたような始末で、あまり我が庭へも出る暇がない。それゆえ、我が庭で、いつ草の花、木の花が咲き終わったのか知らずに過ごしていることも時々ある。また、 たまたま庭に出ると、そこから採集してきた植物を、今でも昔と同じく表品に製作して、他日の交渉に備える用意を怠ってなく、その押し紙を取り替えることなど、皆自分でやらんと気が済まない。すなわちこんなことが、私の日常の日課で、少しも休んでいない。そして普段、夜は大抵、一時二時。 もしくは三時までも勉強し、時にはペンを走らしている間に夜が明けることもある。けれども、あえて体の疲れることを覚えないのは何により幸せであると喜んでいる。私はこのようにすることが我が楽しみであるばかりでなく、それは私に課せられた使命であると信じており、 勉強すればするだけ仕事の効果も上がり、ひいてはそれが私学に貢献することとなり、つまりは日本文化のためになることを思えば何の苦にもならず、極めて喜ばしく感じているばかりである。ゆえに今日の私は我が一心を植物の研究に投じ、至極愉快にその日その日を送っているので、こうすることのできる我が身を 非常な幸福だと満足している次第である。そして前にも記した通り、我が年も85になったから、これから先、そう長くも生きられるべくもなく、もう研究する4年もは,なはだ少ないので、ただいま、この健康に恵まれ、目も手も良い間に、うんと精打しておかねばならんと痛感している。 同学の諸士は、私よりは年下だのに、早くも死んだ人が少なくないにかかわらず、我はなお、心身格くたる幸福を勝ち得ているから、この達者なうちに、一心不乱働かねば、愛すまぬことと確信している。私は、天性植物が好きだったのが何より幸福で、この好きが、一生私を、 植物研究の舞台に登場させて踊らせた。これがため私の体は幸いに無常の健康を終え、私の心は無常に快適で、前述のように後年の今日でもその研究が若い自分と同じく続けられ、国家並びに学問に対する我が義務が多少でも果たせることを思うと、誠に歓喜の至りに耐えない。これはいつに、 天に射さねばならぬものである。私は元来、土佐高岡郡、佐川町の酒造家に生まれた一人ぽっちのせがれであるが、まだ顔を覚えない幼い自分に両親に別れた。そして、異なり、類弱な生まれであったが、植物が好きであったので、山野での運動が足り、かつ、いつも心が楽しかったため、従って、 体が次第に健康を増し、丈夫になったのである。そして私は、小さい時から、酒もタバコも飲まないので、これも、私の健康の助けになったに違いないと、信じている。人間は、足腰の立つ間は、社会に役立つ有益な仕事をせねばならん、転職を受けている。それゆえ、早く追い込んではおしまいだ。 また、老人になったという気持ちを抱いてはダメだが、しかし、そんな人が世間に少なくないのは嘆かわしい。今日、戦後の日本は戦前の日本とは違い、脇目も振らず一生懸命に活動せねばならぬのだから、老人めく陰順姑息な大英気分は一切法的して、いくら老人でも若者に負けず働くことが大切だ。 私は、王、老、宋の字が大嫌いで、記号の際、結毛を、結毛は私の号、などと書いたことは夢にもない。いつまでも、生きて仕事にいそしまん。また生まれこぬ、この世なりせば。何よりも、 たっとき宝持つ身には、富も誉れも願わざりけり。百歳になお道遠く雲霞。花と私、半生の木。私は、土佐の国、高岡郡酒和町における酒造家の一人息子に生まれたが、 幼少の頃から植物が何よりも好きであった。そして家業は番頭任せで毎日植物をもてそんでこれが唯一の楽しみであった。はじめ町の土井健吾先生の寺小屋で字を習い次に町外れにあった伊藤範広先生について再び字を習った。明治七年 小学校ができる直前には、名校館で日清の学科を治め、ついで同七年にできた町の小学校に通い、傍ら市について英語を学んだ。明治九年に小学校を半途退学。ついで高知にいで、広田正夫先生の私塾に入った。そしてそれ以後は、私の学問は全く独習で、いろいろの学科を勉強した。 明治17年に東京に出、同18年に初めて大学の植物学教室に出入りした。明治26年頃に大学助手を拝命し、その後引き続いて長いこと植物学教室で講師を務め、理学博士の称号をもらった。大学では在職十7年で辞職し、民間に下って今日に及んでいる。 そして、日本学士院の会員に挙げられた。日本植物史図編というのが私の諸著作で、それから大学発行の大日本植物誌をはじめとして、その他色々の書物を表し出版した中で、北竜館で発行した牧野の日本植物図鑑が一番広く世人に愛読せられている。 上に述べたように、私の一生は、ほとんど植物に暮れている。すなわち、植物があって生命があり、また、長寿でもある。ようこそ我は、この美点に富んだ植物界に生まれ、植物が好きであったことを、神に射すべきことだと思っている。私が、もしも植物を好かなかったようなれば、今頃は、 もっと体が衰え、手足が震えていて、心も朦朧しているに違いなかろう。幸いに植物が好きであったために、この92歳になっても、永気ぼつ,ぼつ奏者をしのぐ趣向きがある。そして、なお前途に色々の望みを持って、この仕事も遂げねばならぬと期待し、歳月の老けゆくことをあえて気にすることなく、 日夜、我が専門の仕事に勤しんでいる。そのせいか、心身ともにすこぶる健康で、いろいろの仕事に耐えられることは何よりである。しかし、人間の寿命はそう限りなきものではないから、そのうちには寿命が尽きて、あの、陶器浄土に旅立つことになろうから、そこで旅立ちせん前に、 勢力のあらん限りを尽くして国に報い、世に報ゆる単身を発展さすべきものである。すなわちこれこそ、男子たるべきものの取るべき道でなくて、何であろう。私は、我が眼力がまだ衰えていないので、細かき仕事をするに耐えられる。したがって、精細な密な図を書くことも少しも難事でないのは、 何より結構至極なのであると自信している。植物が好きであるために花を見ることが何より楽しみであって、あくことを知らない。まことにもって幸せなことだ。花に対すれば常に心が愉快で、かつ美なる心情を感じる。故に一人を楽しむことができ、あえて 他に寄りすがる必要を感じない。故に仮に世人から憎まれて一りぼっちになっても決して赤爆を覚えない。実に植物の世界は私にとっての天国でありまた極楽でもある。私は植物を研究しているとあえて飽きることがない。故に朝から晩まで 何かしら植物に触れている。従って、学問上にいろいろの仕事が成就し、それだけ学会へ貢献するわけだ。中には、真事実の発見も決して少なくないのは事実で、つまり、キーを持って天の扉を開くというものだ。こうしたことが、人生として有意義に暮らさしめる。 人生まれて、水星無視ほどつまらないものはない。大いに努めよや御人、生きがいあれや御人。これ、五人の面目でなくて何であろう。何事も心が純正で、かつ、何時も体が健康で、自ら誇らず、他を妬まず、水のごとき清き心を保持してゆくのは、 真意にかなうゆえんであろう。こんな澄んだ心で一生を終えれば、死んでもあえて遺憾はあるまい。そして静かに成仏ができるに違いなかろう。と、あえて私は確信するのである。終わりに望みてうとうて曰く、学問はそこの知れざる儀芸なり。 憂鬱は花を忘れし病気なり。我が庭はラボラトリーの名に恥ず、綿密に見れば見るほど真事実。真事実積もり積もりて我が知識。何よりもたっときたから持つ身には、富も誉れも願わざりけり。 昭和28年9月。ここで、朗読ノートサポーターズの皆様のご紹介です。このチャンネルは、青シャチ様、悦子77歳様、ガチャマルコ様、クルクリ様、サミ様、シキ様、ジュジュ様、シンシン様、 ヤカンドウ様ヤスポン様ヨウ様そのほか4名様の提供でお送りしております今回もご視聴ありがとうございました